皆さんこんにちは、30歳でファイシャー投資家です。です。のですね8日土曜日の、まあ、午後なんですけれども、クリプト仮想通貨とストックス、ですね米国クロース株のニュースをおさらいしていきたいと思うんですが、今回もライブ配信していきたいと思います。ということで、あのちょっとですね、まあ、ラグというか、今、ライブ始めたのであの視聴者さんの、視聴者さんの方ですね、参加してくるまでちょっとラグがありますから、少しずつ待ちながらですね、 音声聞こえてればイエスと、はい、今回も始めていきますよお今現在1人6名ライクが1です聞こえてますよね大丈夫ですよね入ってきましたね皆さん今日もどうですかどのような土曜日過ごされてますか何かしてるんですかね音声 <laughs> あれでさん日本語って難しいですよね音と言葉が違うから音声問題ないです 何されてるんですかね、今、皆さん。土曜日の午後。日本寒いですよね、そらく。まあまあまあ、とりあえずですね、いつも通り最初はニュースとマーケットのテクニカルアナリシスト、プライスアクションやってから、その後、Q、Q&A をやっていきたいなと思います。ということでですね、テスラはまあ結局昨日下げて終わったんですよね。なので、1025ドルぐらいで終わった状態ですね。これはあの今日の朝の動画で話したように、アメリカの えと雇用データですね、あれが期待値よりも半分ぐらいだったわけですね。でそれと、あともう一つあります、あのー。アメリカの国債ですね、10年のボンドですね、10 years トレジ u リーのイールドレート、イールドカーブがまた上がったわけですよ、利子みたいなのがで。これはもう皆さん、もう何回も言っ,たと思言ったので分かるかと思うんですが、ボンドのイールドが上がると、あの自動トレードでテクストックが売られると。いうので あれですよねあの、それで売られたのかも分からないです、まあ。そういうローテーションが、まあ、まだまだまだ入ってますよと。まあ、ただはです、ね、インベスターにとってはこれ、いいですよね。な、ま、ぜ、あ、かというと、この900ドルで綺麗なサポートラインがありますから、ここまで落ちてきたら買いじゃないですか、まあ、もしくは、これですね、加工チャンネルのサポートラインまで待ってもいいですけども、そうしたら、まあ、1回、ね、ここからここで、ね、ガツ上げしてるので、あのいい利確になったと思うんですけども、もう1回ね、買いのチャンスが来ると。 思いますので、インベスターとしては、まあ、投資長期的にね、テスラを買いたい人は、いい情報というかね、まあ、落ちてきて、あのーまあ、喜んでって感じですよね。妻とウォーキングしました。おー、なるほど。ウォーキングですか冬寒くないですかね。はい。ということで、今日のグリードとフィアのインデックスがですね、10まで下がってるんですよ。昨日が18だったんですよね。なので、8ポイントの下落。で、皆さん言いましたよね こうやってこの辺で23とか24とかだけれども、実際もう少し低いんじゃないかと私言ってて、で1日でガツンと下げるっていうのが、これですよね、一昨日十15に一気に下げましたね。この時きに大体800億円ぐらい、まあ、5、600億円ぐらいとけたんですよね、クジラの下げれで。きのうの18は、ぶっちゃけあれですよ、反転しようとしてましたけれども、ブルガ、結局そうでもなくて、で今日10という状態。なので、これはですね、まあ、半年でも一番低いんじゃないですか、そうですね。 去年の夏の7月の24日以来の10です、まあ。ということはどういうことかというと、うマーケットが完全に冷え切っている状態ですよね。冷え切っているというか、まあ、完全にもう,もうブルブル寒い感じですよ。もうやばい、やばい、やばいみたいな感じじゃないですかね。まあ、ただ あの個人的には、私的にはですね、まあ、この辺に落ちてくるだろうみたいなのはワンチャンあるでしょうっていうのでそれが起きた状態ですからまあまあま、あだからどうなのっていう話ですけれども、まあ、それを、ね、あのリアクティブに捉えるかつまり事故に起きてから捉えるのかプリベンティブにつまりそれをある程度予測しておいてで捉えるのかで違うじゃないですかよくありますよねあのどっちが大事かって例えばがんを予防する のと、がんが起きてから治療するのじゃあ全然コストが違いますよね、リスクも。だからプリベンティブにやるのか、起きちゃってからリアクティブにリアクトするのかっていうので、プリベンティブな方が全然いいわけですね。気持ち的にも、メンタル的にも。だから、それがあれですねテクニカルアナリストで、TA でとかプ,プライスアクションでマーケットの心理を読めるとまあのぐっすり寝れるし、まあ、 起きたことが起きたらですね、まあ、その通りにやればいいだけで、あのプランを練っていれば、ある程度ね、あたふたしませんよねってことで、まあ、TA とプライスアクションやってるわけですね。いあの私はまあ短期で買いませんけども、それをやってるわけですよ。で、それを、ね、視聴者さんの方もマーケットを読めれば、あれで納得できて、ふむふむとこうなってるのかと、そしたら驚かないじゃないですか。それがやっぱりね、メンタル的にもいいと思うんですよね。あと、いい会話のシグナルが見えるようになってくれれば、あのよりいいかと思いますけれども、まあ、そんな状態ですよ。 で、えー、まあこのツイートですね、あのー、これはあれですよ、あのー、2021年の1月のリジスタンスラインがこのサポートに変わって、サポートに変わって、それがだい4万1000ドル、これ、私、昨日話しましたよね、えー、とこの白いラインですよね、この4万一8 0 0ここにあるサポートと、このグリーンのサポートが2つありますから、まあこの辺のあたりであの反転するのではないかなというようなまあ予想です。ですから あのこのシナリオが別に、ね、100%当たる必要はないんですよね。ただ、まあ、もう一つのシナリオで考えられるのが、ワンチャン落として3万8000とかもね、ねこの辺の、ね、レバロングをあのリクエイドとして、クジラがもう一回下げて、からの上げかなとだだだ、シナリオとしては2つかなっていう状態ですね、今も。でこれに関しては、ですね、まあ、このクジラがここで下げたじゃないですか、で下げる前から言ってたあの2つのシナリオがありましたよね。ここが綺麗なサポートラインになっているので、これで確実な買いであると。まあ、それはあの、イクストリームフィアでもあったので。 長期ホドラとしては買い。で、ワンチャン有事で落ちたときは4万2000までいきますよねっていうので、それが実際起きましたよね。ということで、2つのシナリオを考えられてて、こっちが起きたわけですよ。じゃあ、その時には買い足せばいいよねっていう話なので、今のところ何もね、想定の範囲外のことは起きてない状態なので、メンタル的にもね、ストラテジー的にもあの準備をできている状態なのかなっていうふうな、いい状態かなと思うんですよね、今のところ。 じゃあ、これからどうなるかというと反発かもう一回下ろすか、まあ、確率は分からないですけどね私は個人的には反発してもいいけれどもワンチャンなもう一回下ろしてもいいのかなっていうふうにありますね、まあ、なぜかというと、まあ、あの今日の朝の話もしましたけども、まあ、レバレッジが、ね、<laughs> どん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 ん上がってるんですよ不死身ですよ、これはだからウォーキングデッドのウォーカーがどん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 ん出てくるこれですよねもう倍増してるっていうんですかねなんていうんてうですかねこれやばいですよ えー、これがですは、ねあのー、私もわかんないです。本当に。あのこれは Vitalik ですね。イ t h ル r のファウンダーの人ですね。Vitalik いわく、I'm pessimistic pessim about cross-chain application.、Uh, even if there's a perfect ZK snark-based bridge これ意味わかんないです私も that fully validates consensus, it's still vulnerable to theft through 50,、uh, 51% attack like this. ということなんですがあの、私は悲観的であると。何に悲観的かというと、クロッシェンアプリケーションに対して悲観的であると。で、なんかこのブリッジがあって、<noise> フルリー・バリデイツ・コンセンサス。コンセンサスのアルゴリズム的なのは、コンピューターサイエンス的なところでなんとなく分かります。これはですね、あの例えば、プルーフ・ブ・ステークとプルーフ・ド・ワークと2つあるんですけども、ビットコインはプルーフ・ブ・ワークですね。コンピューティングでワークをしないと、バリデイツできないと。トランザクションですね。 プルーフボステークの場合はあの、ワークではなくて、コインとかです例えばポーカーだとかステーキングするじゃないですか。でそれは例えば、そのバリデートするマシーン、サーバーがあって、そこで、ある程度のね、コインをステークしておいて、それでステーキングをすると、まあ、それだけあのリスクの、リスクとかステークっていうのがあるんです、ステーク。自分の、まあ、だからこれだけお金をね、ここで貯めてる、貯めてるっていうのはいいんですけど、置いておく。つまり、あの5万ドルとか分からないですよね。500万円とか1000万とかステーキングをするわけですよね。 ある程度の金額を。でもし、それがね、そのそのサーバーが、バリゲートするサーバーが、もし、なんていうんですかね、あのもし、なんて言うんですか、マルウェアとか、なて言うんですか、ね、悪意的なものであった場合には、それがね、 まあそのコミュニティから村八部で蹴られてしまうわけですよ。つまりバリデートされているチェーンから、ね、あのキックアウトされてしまうんですよ。そうすると、そのステークしているお金を失ってしまうんですね。ステークするお金が高ければ高いほど信用できるよねっていうふうなあの期待値に基づいて、それプルフーフボステークでやってるんですね。なんとなく、そんな感じだと思うんですね。で、この51%アタックって何かというと、あの例えばそのチェーンの中で、まあ、サーバーですよね。サーバーが例えば10個あったうちの、 えー、5個以上ですね5個だけだとダメなんですよ、ね。だから51%以上が、例えば100個サーバーがあって、51個以上のサーバーがね、あのバリデートした場合にはあ、これは OK ですよってなるんですけども、まあ、これがね、じゃあ、リッチ・ゲッツ・リッチーみたいなね、ウィナー・テイク・スオウみたいな、トップの人が全部をねあの取っちゃうっていう、世の中の,あの自然的な説理ってあるわけじゃないですか。これ後で説明するんですけども。 でその場合、例えばあのお金持ってて強いサーバー持ってる人がどん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 ね、ステークしちゃって、えー、たくさんのサーバー持っ,てちゃ持っちゃった場合ですよね。過半数以上。そしたら、その一人の所有者によって全部できちゃってっていうのが5トのアタックだと思うんですよ。でそれをさせないために、あのどのサーバーというか、どの所有者もあの過半数以上はその自分のサーバー持てないみたいな、そういうふうにしてディストリビュートするわけですよね。あの株,株主の パーーセンテージと一緒ですよね過半数以上株をその会社持っちゃうと、その大多数になっちゃうので、株,の株主として意見が言えて通っちゃうみたいな、そういう感じだと思うんですよ。で、それのアタックに対してね、まだボルダブルであると。で、これが見たり書いた、あの、まああれですよ。どこですかね、レディットで書いたんですかね、そうですね、レディット。まあ、ただ、これに関しては、私もね、あの分かるか分かんない,かというと分かんないです。はい。 であのこういうことをです、ね、テクノロジーに関して、まあ、ゴリゴリ、あとはロイヤーですね法律、あとメディカル医療タームとか、こういういも前も言いましたけれども、こういうのは、ピアリビューでレビューしてもらわないと一般じゃ分からないんですよ、つまりこれをレビューできるぐらい頭のいい、例えばトップのエンジンの人とかが、レビューしてもらったのを私が意見を聞いて、ようやく分かるぐらいなんですね。だから医者の話をいいきなり聞いて 漢字が分かるかって分からないじゃないですか、だからその場合は、まあ、あのセカンドオピニオン、サードオピニオンもそうですけれども、医者が出した、ね、論文をあの一般人が聞いて、じゃあこれ正しいのかって言ったら、まあ、医者もね、ある程度サイエンティストですから、まあ、サイエンティフィックに書くんですけれども、一つのサイエンティフィックな論文がサイエンスにはならないんですよ。だから、PR ビューの重要性っていうのはそうで、だから、タバコのインダストリーなんていうのは、タバコの会社がねあの、サイエンティスト、科学者を雇って、ペーパーを出させたんですよ。 あのエクスペリメントをしてで、それはやっぱりバイアスかかってるんですよね。だから、タバコがの会社とか、そういうところから、バイアスかかって押された科学者は、そういうふうな論文を出すんですね。はい、じゃあ、それがサイエンスというふうになるかというとサイエンスにならなくて、サイエンスはサイエンティフィックペーパーの,あのコレクションになるわけです。だから、たくさんたくさん出して、ようやくサイエンスになるっていうのがあれなので、一つのペーパーでサイエンスにはなりません。 まあそれと一緒です、ね、前に言ったように私はあの全て分かっているわけではないのであのトップのも、ね、っと Google のエンジニアの YouTuber の人とかが言った話を、ね、聞いて、ふむふむとそうなのかという、つまりあれですよベンチマークとしてね他の,ねあのポイントを作りたいわけですよ、データポイント。で自分よりも賢い人のデータポイントを,聞くことを増やすことであの確率を増やしたいという,ふうなスタラテジーですね。ね皆さんもそうだと思うんですね、やっぱり自分だけじゃ判断できない部分はありますよ、ね、全て知っているわけじゃないので。 で、それで、例えば YouTube でいろんなね情報を拾って、一つのデータポイントとしてあの取ってね、そのデータポイントがみんなね、ラインナップして、みんなが例えば上行くよって言ったら、それだけある程度確率高くなるわけじゃないですか。で、それぞれのデータポイントの一つである、例えば YouTuber とか記事とかありますよね。とか、あとは有名なトレーダーとか、それぞれのデータポイントの一つでもウェイトが違いますよね。どれだけ信頼できるかみたいな。 どれだけね、頭がいい人なのかみたいな。だからそれも含めて、あのソースを選ぶってことですよね。だから私はこれ見て、私だけでは理解できないです。いくら私が、ね、あのエンジニア系の方から来ているとしても、まあ、ブロックチェーンすべて理解してませんので、て、これだけ私は、私は知りませんって言ってますよね。言ってるのに、まあとで、ね、あの q a の直前で言いますけれども、ちょっと YouTube で変なコメントが来ていましてね、変なアキュゼーション、変なね、なんていうんですかね、 すりつけって言うんですかね、なんかすごい私のことをアキューズしてくるわけですよ。こう、ニットピッキングっていうんですかね、揚げ足取ってくるんですよ。だからそれに対してね、私はいつも言ってますよ。私は別にプロでも何でもありませんから、はい。一般人ですからね。で、ね、短期トレーもしませんって言ってますよね。だからそれだけ私は知らないんですよ、こういうこと。まあ、だ,だけれども、私の知ってる限りであの、ね、知ってること、知らないこと、全てね、私話してますから、何もね、オーテ,テリアモーティブっていうんですかね。 あの裏での何かをしようとね、だまそうとかそういうことは考えてませんよ、私は。っていう、まあ、ニュースです。だからこれが本当なのかどうか PRB が必要ですってことですね。はい、ということで、ね、e、ま、レ、あ、ム、まあビットコインと同じですよね。あ,のー、ある程度ですねあ、ビットコインとオルトコインのパワーレーションが変わってきてるんですね。なので、オルトコインの方がちょっと強くなってきてる感じなんですね。で、まあ、これ、ブレイクアウトするかどうかは分からないですけども、まあ、ビットコイン待ちですね、イフィレムは。 で、えー、ソランナが次なんですけれども、なかなかロードしないですね。次いきましょう。えー、ポーカーット。これもロードしないですね。あこういうことがありますかで。次、マーティック。ロードしないので、サンドボックス。これロードしないですね。<laughs> まあ、とりあえずですねあの、レバレッジレーションが、まあ、オールタイムハイであの。前に言ったらですね、アドバンスト n v t シグナルってあるじゃないですか。でこれがちょっと反転しか掛けたわけですよ。あの数日前の。 クジラの大下げ以前までは、ここですね、ちょっと上がってたわけですね、ここで。そ,うです、ね、でその後、まあ一昨日の、まあ一昨日と昨日ですか、したっけ、の結局、トータルで800億円ぐらい全部解けたんですが、それでまた下がっちゃいましたよね。で、このシナリオは私も、ね、説明済みですよね。なので、ここが上に行ってるからといって、そこがついて反転したっていうシグナルではなくて、って言いましたよね。だから夏に ずっと夏がどこだ夏がここですね、これですね、2021年の5月から4月、こうやって2か月間ずっとそこにいる場合もあるので、まあ、あのそこは近いシグナルではあるけども、反転するシグナルではないですよねっていうのを私は正確に情報を伝えてますよね。あのこういうシナリオもありますよって、これを逆に、あじゃあこれがね、あの上向いたから反転ですって断言しちゃう人は、ロジカル的に弱いんですよ。 弱いロジックを使って断言しちゃってそういう人の情報はちょっと怪しいと思いますよ個人的にはなので私はそういうふうにしたくないのでミスリードしたくないのでそうじゃない可能性もありますねっいうところまで私は気をつけて説明はしているつもりでございますそこを分かっていただく潮者さんに分かっていただけたら私も嬉しいんですねそこの細かいところまでねはいなので、まあ、そこもねぶっ飛ばしてあのいやお前は 仮想通貨の素人じゃねえかっていう風に上げ出してくる方もいるので、私もね、ちょっとね、いや、ちょっと待ってよって、ちょっとちょ待てよって、決めた悪発動しちゃうんですよ。たまにね。はい。で、これ、空ナですね。ボタン130からちょっと上げてますけども、まあ、緑のところまで行きますよね。これ、まあ、短期的に見たら、まあ、月、あれ、年末からずっと落ちてきてるので、まあ、あれですよ、130ですとかね、タッチしてもおかしくない状態ですね。 で、これがポーカロット。これ下げてないんですよね、朝から。本当になかなか下げないですね。で、これがマーティック。まあそうですね、これきれいにここですね、反発しますよね、サポートラインから。だからすごいですよね。あの、ちゃんとテクニカルアナリシストをリスペクトするときはリスペクトするんですよ。こういうサポートとかレジスタンスっていう重要な場面では。そうじゃない、近くないところですね。この辺ってもうわけわかんないんですよ。この辺。どっちに行くかなんてもうわかんないで。この辺はなんとなくわかるわけですよ、ある程度。 分かりますだから前も言ったように、マーケットの99%ぐらいって本当に分かんないんですよね。で、ある局面になると、つまりこういう局面になると、大体ね、確率が高まってくるんですよ。なんで、この辺で、ね、例えば短期トレードしようなんて言ったら、もう分かんないですよ。<laughs> あの、本当に分かんないです。そう、分かんないことを見とることがね、大事ですよ。だから私は分かんないから短期トレードしないって毎回言ってますけどね。サンドボックス、これもですね、サポートラインをきれいにリスペクトしますよね。いい感じですよね。ということで、まあ、あれですよ。 いまだウォーキングデッド市場でそこがねだから、だからこれはまだ解決に至ってないですよ。あれだけあのマーケットあのあれです、リクエデーションがあったのに何も解決されていないという。<laughs> はい、まあまあまあ、ただね、ロングホドラにとってはいい市場なのかもしれないですよね。まあ、つまり短期的には利益出てないですよ、ホドラも。つまり落ちてきてますから、その時価総額ですかね。 まあただね、5年後に、例えば倍になるっていうふうに分かってた場合には、ずっとね、低い値段で続いてくれた方が、たくさんのねお金をね、ぶっ込めますよねってところでいいですよね。だって、ほとんどの人やっぱり給料から,もらお金が入ってくるわけで、働いた労働の。ということは毎月ベースじゃないですか。ということは、それが3ヶ月とか半年か続けば続くほど、この低い値段で、なんていうかね、買い占めることができる。つまり、あれですよね、たくさん貯め込むことができるので、 これは美味しいかなって私は個人的に思いますよね。なのでこれトータルでまあ800億円以上ですね。これ600、800、1000億円溶けますね。で、昨日またあれですね。111ミリオンなので、まあ150億円ぐらい溶けたっぽいですね。昨日12時間で。それはここだったんですかね。でもここ1回値段通ってるから、あれですよね。前のレバロングはこれも溶けてるはずなんですよね。じゃあここの落ちでしょうかね。 ということは、ここ落ちて上がったときに、新しくレバーロングをこれ参入した人が、またここで降ろされて、溶けたってことでしょうね。だから、間髪入れず、やっぱりレバーロング入れてきてるんでしょうね。おそらく。まあ、これはリーテールトレーダーではないかなとは、個人的には思いますけどね。リーテールは結構今、そんなにトレードしてないような感じなので、そうですね。まあ、そんな感じです。で、ニュースをですね、取り扱っていきたいなと思いますけれども、これですね。あこれが、 タイトルが JP モルガン sees more crypto adoption in 2022. これ,これはもう、ね、別に、ね、そうですよねっていう話を皆さん知っ,知ってますよね。2020年もっと、ね、投資が、ね、どんどん入ってきますよとで。これは JP モルガンですけども、ま、ゴールドマン・サックスのニュースもしましたよね。ハイポテクル。仮にあのストーブバリューが、ね、のマーケットが1.5倍になったら、ビットコインもそれだけで、ね、1000万円いきますよと。ま、5年以内にっていう話ですね。 だから、まあ、あのいかに、ね、値段が下がっていたとしても、これはあのトークンですね、コインの値段であって、それとデベロッパーの,その開発のスピードっていうのは比例はしてませんよね。そこなんですよ。反逆に今,今は反比例してますよね。だから注目すべきは、ファンダメンタルですよね。ロングタームで実際にデベロッパーのコミュニティがいるのかどうかって話したじゃないですか。例えばカルダノとか、ね、ポーカロットとか、そっちの方が大事かなと思うんですよね。それよりも デベロップメントは全然されないコインありますよね。それはあのいかに、ね、コインが上がってても危ないなと個人的に思うわけですね。なので、まあまあまあ、下の方に行けば行くほど、まあ、相当デベロップメントコミュニティが小さくなるわけですよ。っていうかもう、ほとんど停滞の方が多いんじゃないですかね。下の方に行けば行くほど。まあ、だから危ないんですよね、それだけ。ォルトコインの下に行けば行くほど。はい。なので、まあまあまあ、これは続きますよってことで、まあ、だから長期的にはプラスですよって話なだけですよね。だから今、 あのもう仮想通貨なんてもう終わりだなんて思っちゃう人は今ここで売ったら負けですよっていうあれですよ、本当に。<laughs> はい。で、次が、ユーロゾーンインフレーションヒッド、ニューレコードハイオファイーセンディセンバルということで、EU ゾーンですかね、EU なのか、ユーロっていうのはヨーロッパなの全体なのか、EU の中なのか、ちょっと違いがね、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない違いなんですけども、 まあ5%と。アメリカがあれですよね、先月ぐらい6.9%ぐらいまでいったんでしたっけ確か。ヨーロッパもインフレーションが上がってるらしいですね。まあ、それはなぜなんでしょうかね。まあ、EU も多分キャッシュばらまいたりしてたのかなそこはわかんないですけどもあの、ばらまき政策はやってなかったのかなとは思うんですけども、まあ、ただ多分、その庶民にはばらまいてなくても、色結構プリントして、国債みたいなプリントして、それをなんかあの、 ホスピタルとかメディカル事業なりなんなりとかって、そのワクチンのためのトランスポーテーションなりなんなりっていうのに結構使ったのではないかなと思うんですよね。で、それでお金がね、ちょっと増えすぎたのかなっていうような勝手な予想ですけれども、そうですね、だから理由についてこれ書いてあるかというと、うん、あんまり書いてないんですよね。まあ、セントラルバンク EU ですね、ECB。結構がっつり決めちゃうので、ドイツもフランスもね、全部ね、その傘下ですから、そうですね、あんま書いてない,書い,てないですね。 だから日本とかアメリカみたいにあの現金上げますよっていうのをやったのかはちょっと分からないですね。まあ、ということで、まあ、ヨーロッパも大変でしょう。イギリスなんかもっと大変だと思いますよ。EU から切れちゃったんで、あのインポート・エクスポートのところがねトラックのうんちゃんがフランスからイギリスに行くときにね、なんか COVID のテストなんだ、もろもろですよで。やっぱりうんちゃんが少ないらしいですね、イギリス。 でだ国民がその物資が届かないみたいになっちゃって、ブレグゼットの後でね。まあ、だからめちゃくちゃだと思いますよ、イギリスは本当に。そして、えー、次ですね。次のニュースの前に、ちょっとコメント、皆さん大丈夫ですかね。えー、そうですね。まあとで、今日のような時にいきますけれども、そうですね、暴落のチャンスを取られるします。安く買えるそうなんですね。そういうふうに考え変えればいいんですバーゲンだと思えばいいんですよね。はい。 で次ですね、これはインカ関係じゃないです。よ。アン p ンプ y m メントなので、これは失業率の話が3.9%落ちたのは良い,いことなんです。よ。良い,いことなのに、10 years of rises ですよ、ねで。これはあのロジックの話になるんですけども、も、コーズのエフェクトですね。インカ関係、コーズへのエフェクト。コーズが原因。 エフェクトが結果。それとコーラレーションを混ぜちゃいけないんですよ。サイエンティフィックなリサーチとかペーパー書くときに。これは因果関係ではなくてコーラレーション、ただの関連、相関ですね。ここができない人結構多いんですよね。例えば、あの例えば、例えばっての変ですけど、理系で学んでる人でも一般のね、例えば発言をするときに因果関係とコーラレーションを混ぜちゃってっていうふうに喋っちゃうので、じゃあ失業率が落ちたのに、 なぜね、ボンドのイールドが上がるのか。まあ、ボンドのイールドが上がるというのは、あのボンドを売ってバリーストックを買うというローテーションが起きているから上がるわけですね。で上がるからで、そうすると、あのボンドが売られて、ボンドの人気がなくなるので、ちょ待てよと、決めた活動っていうふうな、あれですね、あ,のあれなんていうんですか、チートシートで覚えられますよね。ってということは、売られているということは、人気がなくなってくると。なぜ、失業率が下がっていいのに、売られるのかと。あ,あ、なるほどと。 もしかしたら失業率が下がってる。お、これは、イコノミー、経済的にも回復かと。そしたら、リスク回避の、あれですよね、ここがリスク回避の US スボンドですから、そうじゃなくて、なるほど、じゃあ、春が来たなと。じゃあ、もう少しね、リスク取っていいんじゃないかということで、バリューストックに行って、これが売られてるのかもわからないですね。そうやって通じつま合わせられますよね、なんとなく。で、これ今、論理的に正しいかというと、おそらく正しいのかなと思うんですね。だって、リスク回避のあれですから、 アンエンプロメントが高ければ高いほどやばい、経済もやばいんじゃねってなってリスク回避でユースボンドに行くと。それがなくなってるからこっちに行くと、こっちに行くと。そうするとユースボンドが売られて、あの、あれですよ、イールドが上がってテクストックが売られるって流れですね。なるほどねと。はい。とはいえですよ、じゃあ、ンンただこれ、リニアファンクションではありませんから、じゃあね、これがね1、1%に落ちたら、 もっと、あの、ボンドは売られて、イールド上がりますよね。じゃあ、イールドが上がったら、まあ、テック系が売られるので、じゃあね、1%ってもう最高じゃないですか、失業率1%。じゃあ、その状態でテック系が、ね、売られるかっていうと、それはリニアでね、リニアでは関連,あの関連しないと思うんですよ。だって1、1%っそんないい状況で、そこまでテック売られるっていうところなんですねだ,だある程度の関連はあるけれども、まあ、あれですよね、レンジに盛りましたね。 2%までは関連しているのかとか、だから関数ですね関数の数字的な、数学的な表現が分からないと、どのくらい、ね、これが影響しているのかっていうのは分からないですけども、まあ、相関ですね。今のところは相関でそういうふうに、まあ、理解できちゃって、インタープリット解釈していいのかなという感じはしますよね。うんはい、で私、こうやってまあ説明するときは、ある程度はすごい気をつけて言葉を選んでますから、極端な表現とか、ね、断言というのは、私は基本的にはしないようにしますから、まあ、それも、ね、後々言いますけれども、 あの変なコメントで足上げ取ってくる人はそれを、ね、断言したように捉えてやっちゃいますからそこがねまず問題なんですよねまあまあまあいいでしょうで次のニュースですねおそらくあと一つぐらいであと二つですねニュースは終わりになりますけれどもこれですねカザフスタンのあれですよね暴動の話をしましたよねでこれがね次のレベル行っちゃったんですよやばいですよね <laughs> カザフスタン・プレゼント・オーダーズ・トゥープス トゥープというのは軍隊とか自衛隊とかそうあ、まあ、アーミーのかもわからないですけども、と、ファイアウィザウザウォーニングアフタデイズバーアンレスト。だからあの、数日のアンレストというのは、あのだから、あれですよ平、平穏の逆の意味ですよ。平穏じゃない。だから、なんていうんですかね、こう、不安な状況みたいなそういう感じですかね。で、ファイアウィザーウィザーウォーニングって、警告なしで撃っても OK ってプレゼントがいっちゃってるんですよ。やばくないですか、そのレベル。 <laughs> それはやばいですよで。カザフスタンっておそらくあのまだ社会主義国なんですね。ロシアから分断してしたのか分からないですけども、あの辺ってウズベキスタンとかカザフスタンってやっぱ社会主義国なはずなんですねおそらくで。だから大統領制でもうがっつり決めちゃってみたいな。で、まあ、国民に対して打ってよしってやばくないですか。まあ、でもね、この話の,この理由が何なのかも私は分かってないので、で国民がなぜそもそも反対、 暴動を起こしているのかも分かかもらないですからどっちが悪いかっていうのは分かんないですねで。もしかしたらロシア軍が関連しているのかも分かんない。っていうのを見たような見たことがないような。って感じですね。Desperate and violent crackdown on protesters。何に対してプロテストしてるのか、ね、言いますけどね。これは COVID に対するあれなのか、政治的なのか。そうですね。Kazakhstan's president also thanked the leader of Russia, China, Uzbekistan, Turkey. <laughs> これみんな社会主義国系なんですよ。ロシアはチャイオンは確実そうですね。ウズベキスタもそうですね。ターキーも微妙ですね。だから関連してますよね。どういうあれなんでしょうね、これは。デモクラシーのためのプロテストなのか分かんないですけど、まあ、どっちにしてもあれですよ。マイニングで世界2ですから、それがね、今、アンレストな状態ですよってことですね。はい。そして、 えこれですね。Here's why these four cryptocurrencies are considered potential e t h e r e u m k i l l e r s according to JP Morgan ということで。まあ予想つきますよね。ソラナ、カルダノ。まあもしかしたらアバランチとかもついてくるのかなっていう感じですけど、まあまあまあ、ソラナがまず一番にきますよね。あの私が言っているオルトコインのトップバッターのクリーンアップ打つで、カルダノ、まあた。ただこれ、昨日言ったように、チャールズホス・チャルズホスキンソン。チャールズ・ホスキンソン。 のデベロップメントによりますよね。だから、この e t ー e ー2.0みたいな感じで。ディペンデスンスにですね。ポーカラット。うんどうかなポーカラットはイス h e キラーっていうよりはちょっと、あれですね、クロスチェーンのあれなので、ちょっと使い方が違うのかなって感じがしますね。ティーゾースこれ聞くんですけども、まあ、トップ20入ってるんですかねティーゾースティーゾースって何ですかねコズモスも来ますよ、アトム。ティーゾースってどこですか 43位か。なるほど。うん。それだったらポリゴンでいいじゃないですかね。イスェムキラー。はい。ポリゴンとか、あとファントムですね。ファントム。この辺はやっぱり聞きます。よく聞きますよ。まあ、そんな感じですね。ということで、まあまあ、だから、あの、まあ、ソラナですね。ソラナを確実に。まあ、ただね、これはダウンサイドもあるわけですよ。BC、だからあのベンチャーキャピタルが、例えば30%ぐらいあのコインをね、取得しているわけですよ。で、彼らが、 あの利益、利確のために売る可能性あるわけですね。だ売ったら値段下がりますから、30%所有して何百倍って増えましたからね、2021年。VC というのはベンチャーキャピタルで、やっぱり投資家にやっぱりリターンを返さないといけないという期限とかありますから、そうすると、ね、の VC の割合が、コイン所得している割合が多ければ多いほど、あのコミュニティのためになるというよりは、お金儲けで売って値段が下がってしまうということもありえなくなくて。その あのパーセンテージがそのよう大きいんですよね。まあ、ポーカーだった十20%ぐらいだったと思うんですけども、それについてまた違うところで話したいなと思いますけれども、まあ、まあだからそのね、ちょっとしたあれもあります。その辺のねトークノミックスっていうのも大事ですね。はい。で、えー、ちょっとですね、キ q イの前に見ていきたいなと思いました。はい。今現在172名の方に見ていただいて、本当にありがとうございます。 ある程度、今、ライクが25なので、今、ちょっとポチッと役立ったら、ポチッとしていただいてもいいかなと、嬉しいかなと思いますけれども、その前にですね、ちょっとですね、皆さん、私は、あ,ある程度ね、言ってますね、マトリックスとかシープルとかブルーピルとか、アウェアネスを自分の自己認識ですよね、アウェアネスを高めないと、マトリックス、つまり政府とか文化とかタックスとか、そういうのみにしちゃって、 あの奴隷のになって、まあ、ファイアなんてできませんよって言いましたよね。で、それと一緒で、あの、いあの他の人と同じことをしてては、イノベーションは生まれないって言いましたよね。それと同時に、他の人と一緒のことをしてては、ファイアはできないわけですよ。ファイアというのは一般人のゴールではないんですよね。あの、だから、ある程度、自己認識を高めて、自己意識を高めた、あの、人たちが努力をして達成できるものがファイアだと思うわけですよ。ストラテジーが必要ですからね。ただ、ただ あのレールの社会に、ね、敷かれたレールに乗ってきた人だけじゃ無理ですよ、ね。まあ、無理じゃないですよ。例えば65まで、ね、いい仕事でね、定年まで働きはファイアできますよ、もちろん。ただ、時間が相当かかっちゃいますから。そうすると、ファイアじゃなくなるんですよだって、ファイアの最後の、リタイアアーリーですから、リタイア65だったら、誰でもできなくもても、まあ、半分以上はできるかなと思うんですよね。ただリタイアアーリーってなるところが難しいわけですよね。コンプレ l e ー i でいきますと。 である程度のセオリーがあるわけですよ。こういうことをするとこうなるっていうね。自然の摂理と一緒で。で、あのー、今まで私が何回もやってきた人と同じことをしちゃいけない。イノベーションもそう。ですよね。FIRE もそう。で、人と同じことをしていると、やっぱりマトリックス、レールの中でね、なってしまうと言いましたよね。で、それ関連なんですよ。実は。あの今から話したいのは。んで、あのー、私が以前に紹介した本のですね、あのー、覚えてる方は覚えてるかもしれないですけども、これですね。 The Code of Extraordinary Mind ということで Extraordinary Mind なので平凡の逆ですよね。非凡なマインドのためのなんてんていうですかねコードっていうのもなんですかね。アメリカのあれじゃないですか。あのなんとか憲法みたいな。そういう感じのなんていうんですかね。10個の法則。法則っていうわけでもないですから、もうコード。コードコンダクトみたいな感じですよね。そのセオリーみたいな。で それで一回見せたことがこれですよね。あのレベル1,2,3,4って、自分のリアリティがどんどん拡大していくってで。一番最初が一番小さい、あれですよ。デフォルト。Living in カ c u l t u r ー Space。カルチャーの中で、つまりあれですよ文化の中でテイムされてるんですね。奴隷のって感じですかねあの。自分の自意識を、これを、ね、分かってないと、ブルーピルの人はあの、あれですよ。シミュレーションの中で生きてることすら分かってないわけですね。ブルーピルの人は眠ってるわけですよ。 じゃあ、レッドピルを取るということウェイクアップなんですよね。ウェイクアップ。アビッチのウェイクア,ウェイクミアップと一緒なんですよ。アビッチの。起きるということは、自意識を高めて判断ができるようにいってアナリ、アナリティカル、分析能力もクリティカルステンキングも上がって、なるほどなと。で、それが、なんとアウェイクニングじゃないですか。レベルに。アウェイクニング。だから、ブルーピルの人がシミュレーションになっているのも知らずに、うん、ただただ生きていると。 社会のレールで何も知らずに、ね、タックス払って、うん、家買って、車買って、子供作って、で、65までみたいなね。で、それが本当に自分がやりたくてやってるのか、社会が言ってるからそうなのか分かんないですね。だから、マトリックスのリザレクションで見てきていただいた方もおいてもらうんですけども、トリニティが言ってたんですよね。私、その、あの、最新の映画の中でのトリニティは、えっ、ー、と、何でしたっけ、名前。 B から始まる名前だったんですね。で、子供を産んだのは、これ私が産みたくて産んだのか、社会がそうやってプレッシャーを産んだのか分からないみたいな、それなんですよね。で、次はアウェイクニングですね。知識を高めると。で、その次、3番目がリ,リコーディングをするということで、自分のブレインをコーディングし直すと。バグとか発生しますから、これこね。それを自分で直すと。 で、4番目がビカミングデメットです、ね。まあ、行動に移してね、どん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 広がっていくと、自分の世界が。そういうことなんですね。だから、アウェイク,ェイクアップですね起き。起きれば起きるほど、レッドペル飲んで、あれですよ。レッドペルってのは本当にアナロジーでしかないですけどね。いかに知識を高めてあの、文化の中にすごいバグ、古いねあの、正しくもない考え方とかあるわけじゃないですか。バリューシステムとかで、ね。結婚の概念とかもそうだし、タックスの概念、お金の概念もそうですね。あとは生き方の概念もそうですね。 それを分かって、それをね、トランセンドするかってことは大事なわけですよね。で、それを言,言,言いたいんですけれども、まあ、それの話したこれが、この本でしたね。で、この本で、ま,あ、ま,まだ他にあるのはこれなんですねいろんな自意識を高めるためには、what you know you believe, what you don't know you believe ということで、自分が分かってる自分の信念と、自分がまだあんまり分かってない、自意識がないけども、なんとなく信じちゃってるって言ったら、これだからあれですよ。シープルのあれですよ。 What you know, you believe. つまり、あのー、自分で認識してないけれども信じたっていうやつ。つまり、あれですよ鳥の軍団ですよね。自分で考えないで、でも大衆に合わせて信じちゃって込んでるやつがここの部分ですね。たくさんありますよね。で、これが What you know you believe? これは自分が信じてるとことを知ってる。意図的に。っていうあれなんですけども。で、まあ、この中で、まあ、自分が知ってることと自分の知らないことたくさんありますよね。で、本読んでない人は謙虚じゃないって言ったのと同じで、 あの知らないことを知らない人ってここがたくさんあるんですよ。What you don know, you believe. だからなんとなく、例えば、ラブとか、政治とか、リリージョンって、あんまりね、しあんまりクリティカルに考えないで、ただただ信じてるんです、あの人たちって。リリージョンって本当そうですよ。ああのね、あのほとんどの人、99%ぐらいの人はあの、リリージョンは子どもの頃から家族とか親戚からプレッシャーであの信じ込まされてるんですよ。 で自分の理路整然としたクリティカルな頭で、よし、私はこのリリージョンを選択しようなんていうのはないんですよ、ほとんど。ほとんどの場合。たまにいますよ、大人になってから、ね、30ぐらいになってからこ、これに選ぶみたいなね。そういう人は少なくて、ほとんどはもう家族がだから。だからフィリピンとかそうですよ。もう、だってそれで自分がね、あのイスラムもそうですだって、その親が選んだリリージョンを拒否するってことは、その家からね、あの 家から蹴飛ばされることを意味するわけですよ。ご飯食べれないから死を意味するわけですよ。そういうふうに繋がっていくわけですね。だからそれがこれですね。ポリティクスもそう。政治もそうで、文化もそうなんですね。アジアの文化みたいなね。何がピュアだ、何がピュアじゃないとかね。いろいろあるじゃないですか。はい。で、そういうことがありつつのですよ。で、こういうふうにちょっとアリアナスのことを話した上で、何を言いたいかというと、ニットピッキングなんですね。looking for small and unimportant errors or faults. Especially when not to criticize u n n e c e s s a r y ということで、ニットピッキングというのは本当に細かいことをあのピックしてあの、ただただ批判するために批判するっていう。だから前言ったじゃないですか、マナー講師の人の YouTube でもう何でもかんでも、ね、ニットピッキングして、細かいことですよ。もう本当意味ないことばっかりあの批判する批判するために生まれてくる人いますよね。で、何が言いたいかというと、日本人ってこれが多いんですよ、ニットピッキング。わかりますで、これなんでいけないかってわかりますそれは、 自然の節理で、もっと大きい自然の節理で、80-20ルールというのがあるわけですね。20-80ルールで。これはどういうことかというと、80%のエフォートは20%のしか結果しか残ら残あの作らず、20%の人とか、トップの20%のタレントとか、もしくはその仕事のあれですね一番重要な20%、のタスクが80%の結果を残すのでこういうセオリーがあるわけですね。でこれ、科学的に証明されたわけではないですけども、大体合ってると思うんですよ。アニクドートで。 実際生きてきた中で。だから、100人いる中で、大体、ね、80%の利益出すのはトップ20%なんですよね。それと一緒。8時間働いていて、80 8時間働いていて、ン、まあ、0の結果出すのは大体ね、20%はめちゃめちゃ集中してるあの2時間とかそういう感じなんですね。それなんですね。で、ニットピッキングするとどうなるかというと、すべての1%、この中すべてを平等に扱ってしまってるわけですね。つまり、ウェイトが全部フェア。そうじゃないんですよ。あのやること、言うこと、ね、すべてあの同じ重みがなくて、 トップの20%が大体の結果を残すと。だから、あとはね、ど,どうでもいいでしょうっていうのが2080ルール。で、それに逆行してるのがニットピッキングで、ね、あなたがこれ、こうしたからこうだ。だから、そのもしかしたらマナー講師なんていうのは、もし私がファイアしたとしても、例えばですよ、例えば、あなたは、ね、靴下の履き方が悪い。だから人間としてダメっていうふうに言ってくるかもしれないじゃないですか。家庭ですよ。今適当に作り上げましたけど。で、それに対して私は2080ルールを使うわけですよ。 いやいやいやと。靴下の履き方なんてねって話じん。それをマナーと言いますかと。もう世界中で誰が聞いたことないですよ、私は。例えばの話ですけどね。そういうことなんですよ。わかります皆さん大丈夫ですかねなんか、あんま面白くないって思っちゃってる人いますかね大丈夫ですか <laughs> あの、まあ、大事なんですよ。これも投資につながるわけですよ、マーケットにも。だからいかにこれが大事か。で、日本人の社会って、ボスって大体マイクロマネジメントしますよね。 マイクロマネジメント、つまりヘリコプターパレンツみたいにトイレ行くにも確認が必要とかっていうの結構聞くらしいですよね。IT 系はやっぱりもう少し外資からつながってますから自由っていうの聞きますけども、よりオートナマス、オートノミがあると自立してますけども、普通の会社だと、なんか普通でもないか、ブラック企業とかだと、トイレ行くにもあのアプローブが必要で、家帰るときにもボスより先に帰っちゃいけないのか、 まあ一応聞かなきゃいけないのかとか、あれがマイクロマネジメントなんですよ。それって悪いんですよね。だから世の中って、西欧とか欧米とかの IT の会社ではトップ10ですよね。GAFA とか。あれはあの結果出てますよね。世界でトップの企業。だからトップパフ,パフォーマーの会社の企業ってのは、カルチャーはマイクロマネジメントダメなんですよ。いかに自立させて信頼させるかが大事なんですよ。だからこんなニットピッキングなんてしないんですよ。 ただ日本だとボスとかの対談ですげえなんか何でもかんでもさ怒ってきたりなんて言うの説教とかあるじゃないですか日本の文化でそんなのダメですよあの欧米とかでそういう文化なんです日本って何でもかんでもあんまり関係ないところねじゃあそこなんか完璧主義みたいな変なんですだから効率,効率性が低いわけですねでそれがそれでまあこれと反対してますよねって GAFA のやり方とかと全然違うんですよ で別に生産性ないですから、その1%を、ね、うまくしたからって、ってことなんですね。でそれとちょっとつなげたいのが、まあ、ちょっとね、YouTube で変なコメントが来てますので、それを、ね、ちょっと紹介して、まあ、私としたらね、まあ、こういう人もいてしょうがないだろうと思うんですね、6000ビューのうちの本当に1人ですから、まあ、6000分の1ぐらいですから、まあ、もうあってしょうがないと。 で、以前にも言いましたよね、なんか変なコメントが来て、もし,ああのもしかしたら私の、ね、動画を見てあの、ロストカットあって、ね、資産なくなっちゃった人もいるじゃないですかっていう風に、なんかちょっと筋違いの、ね、批判を私にしてきた人。で、その時には、まあ、大体の視聴者さんの方はね、私の意見を、ね、バックアップしてもらって、まあ、まあ、ほとんどの人ですよ。ほとんどというか全員ですね。<laughs> だったので、まあまあ、まあ、うちの私の視聴者はあの、ほとんどは、ほとんどというか全員ですかね。その一人以外は、あの、正しい、 ちゃんとした人でよかったと思ったんですけど、まあまあ、たまに来るんですよね。こうやって、あのこれ昨日のライブだって視聴者と喧嘩するね。ちなみに Excel のこれはです、ね、昨日話した、あれですステラの話ですね、ステラ。ステラの質問したという人と傲慢と言った人は別人だと、まあ、それはそれはいいんですけども、これですよ。ステラほどの通貨を私が知らないくらいだから、草コインということで、仮想通貨素人だってバレちゃうよ。ここなんですよ。これがニットピッキングであるのと、あとは、 これ、事実じゃないんですよ。だから、事実向こう投げかける頭の悪い人はもうどうしようもなくて、時間の無駄になっちゃうんですね。でこれ、これは私の答えですけど変な先入観があるわけですよ。仮想通貨素人だってばれちゃう私、プロと言ってませんから、そもそもね。っていうのと、また、またはずれなコメントですね。だって、これ、私は知らないくらいだから、草コインっていうふうに解釈しちゃってるところがいけないんですよ。わかりますだから、脳の,の,のところなんですよ、結局あの。これは数学的に合ってないんですよ。 なぜかというと、私は断言してませんから。ま、あの断言してないくて、知らないくらいだから草コインではないのかっていう最後のクエスチョンの疑問形をすっ飛ばされて勝手にこうやってやって、私がプロだと思って、こういうふうにニットピッキングしてくる方いますから、たまにね。で、しかも私言ってますよねってことで、私はすべてを理解しないと動画で言ってる。で、マイナーなオルトコインであるステラについて、ああじゃない、こうじゃないと批判されても困りますねと。で、しかも仮想通貨に対しての、ね、私の見解というのは、半分はイノベーションとして、 ラショナルにトレンドに乗ってるって言ってますよね。だからすべて理解しないけども、まあ、ただね、乗っていくと、まあ、スマートマニューをフォローするからって言ってますよね。それはもしかしたら聞いてない視聴者さんの方かが、まあ、新しい、最近入見,て見られ始めたのかもわからないから、聞いてないのかもわからないですけども、ただ勝手に、ね、アサンプションされても困るんですよ。プロでもないですし。で、えー、それに対してですね、あのー、ステラーはマイナーオルトコインではないよと。 でね、これ新しいあのだからこれあのマトリックスの話なんですけども、世の中には unbreakable laws というのがあって、これは絶対に破られないロー法則と、あとは主観的でバイアスのかかったローがあるわけですね。それを2つに分けると、absolute truth と relative truth という2つがあります。でこれはこのですね、the code Extra of extraordinary mind で紹介されていますで。これが大事なんですよ。数学的に考えられる、考えられない人の違いというのは、ここを混ぜちゃうんですよ。絶対的なあの真実と、 相対的な真実を混ぜてあったかも、こっちをです絶対的にいっちゃうんです。だから、その例で言うと、絶対的なもの、逆らえないものっていうのはフィジックスと数学なんですね。例えば、あれですよ、あのー、重力とかね、あのー、エネルギーコンサーベーションフェオリーみたいな感じで、ね、熱とか重力とかスピードのエネルギーがコンサーブされるんですよ、よ保存されるとかね、そういうのは絶対に破られる。これはイーロン・マスクの翻訳の動画でも、イーロンが言ってます。まずはここから考えて、ボトムアップでやっていかないといけないと。 だからフィジクスには反,反,反抗したロケットなんか作っちゃったら失敗しますから大事なわけですよ、そういうのがで。そういう考え方がフレームワークで必要なわけですね。で、リラティブトゥルースというのは感情とか解釈、あと、あれですよ、さっき言ったように、リリージョン、政治、あと愛なんてのはめちゃめちゃリラティブなわけですよね。きょ日,日の朝の動画で言った、あの400通も、ね、LINE 来たから愛されてるって思う。これって真実じゃなくて、超相対的なバイアスのかかった主観的な 事実なわけですよ。しあな、トゥルースなわけですよ。あの人のだけの中で存在する、それが愛なのかっていうところなんですね。で、The thing about relative truth is that we get so convinced that it's real. とかで意味がどういうことかと、このね、relative truth の怖さは、あの昨日、まあ、朝の動画で見たようにあの、エリザベス・ホームズのコンビクションですね。納得してる。あの、フェイケ、フェイケアンティアンメイケってやつと、あと映画であったゴンガールの話ですね。コンビクション。コンビクションがあると、 本当にそう思っちゃうんですよ、脳が。だこれが怖いところなんですよね、パーセプション。だから自分のアワェイナスを高めて、あれこれってリラティブトゥルースなのアブソルトトゥルースなのって分析能力とクリティカルスンキングがないと、3700万円下げられた女性のように、400通来てから愛されてしまうって、勝手にこれがね、本当の真実だと思ってしまうと。それと一緒、コンビンスしてしまうんですよ。つまり、私の知らないで勝手に信じてるところが、 本当だと思ってしまうんです。そうすると脳は本当に信じちゃうんですよ。だからアウェイネスが大事なんですよね。だからマトリックスのブルーピリー、レッドピリーが大事なんですね。アウェイネスが大事なんですよ、ものすごい。じゃないと、ファイアなんてできませんから、人と同じことをしていたら。そうですよねで。全部つながってるんですよ。人と同じことをしないために、自意識を高めないといけないと。自己認識を。そのためには、意識を高めるという点では、アブソルトトゥースト、リラティブトゥーストを分けることも必要なんですよね。だって 誰が言ったことを、ね、本当に信じるべきかってあるじゃないですか。だから、ラノスの,あのエリザベス・ホームズだって話していること、あれは彼女がそうやってインベスターに嘘をついたわけですね。その時に彼女が言ったことはアブソルートなのかリダティブなのかって分ける必要があるわけじゃないですか。データに基づいて話しているのか、あのね、ただ、なんとなくね、ねなんていうんですかね。 あの嘘をこいて、それはね嘘をついているのをねコンビクションで納得したように自分でねそういう信念を持っていっているから、本当に嘘が本当になっちゃったのかっていうの分からないわけじゃないですか。だから大事なんですよ。情報を得るときに、フィルタリングするときに、情報の出どころと、あとはその発言についてねどこでバックアップできるかってところが大事なわけですよ。で、この人が言ったのは、そこに繋がるんですよ。ステラはマイナーオルトコインではないよと。これ数字的にこれ、アブソルトトゥルースですか リラティブトゥルースですかこれ簡単なんですよ。ロジックが分かれば。で、それでこれなんですよね。これ。クリプトカレンスのマーケットキャップ。これビットコインはオルトコインじゃないんですね。ビットコイン以外をオルトコインというんですけれども、EFLM が、だからこれってあのセオリーで、また違うセオリーなんですけれども、これですね。Winner takes all っていうセオリーがあって、Winner。リッチ gets richer みたいな金持ちが全部あの、ね、あの持ってっちゃうみたいな感じのセオリーがまたあって、 CD の発売とか本の著者の売り上げとかあの経済、SP500 の,のマーケットキャップ、これ全部このセオリーなんですよ。だから、ハリー・ポッターの著者ありますよね、あの人があの売った売り上げの本のと全体の売り上げですね、全世界の。って比べたらやっぱトップ10の著者がやっぱりほとんど持っていっちゃうんですよね。音楽も一緒、音楽の CD とかの売り上げも本当にトップの数少ない 有名なミュージシャンが全部持っていっちゃうんですね。それと一緒、SP500 でもトップ10の GAFA とか言われるところがほとんどの売り上げとかね、マーケットキャップを占めてて、だらトップ15とか20とかどん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 減っていくとこう反比例なんですよ。これが世の中のまた自然の摂理もあるわけですね。だからバッハとかモーツァルトとかいましたよねあの、クラシックミュージックの。 あの世代でさえ、ほとんど売れてたのは、ほんとトップの人たちばっかりで、それがもうほとんどパイがないんですよ。YouTube もそう、トップのミリオン800万、900万とかサブスクライバーある人たちが、ほとんどビデオを貸さ,されてちゃう。お金持ちね、アメリカのお金持ちビリオネとかも、ビリオネとかが、確か世の中の人口の1%とかは満たないんですよね、確か。が、例えば80%以上の富をと思っちゃってるんですよ。それの,セオ,そのセ,セオリーです。そのセオリーと一緒で、オールドコインもそうなんですよ。 トップが全部かっっらちゃってる3で、例えばトップ5ですね。トップ5が75%を得てますよね、これで。じゃあ、オールドコインの中でメジャーって言ったら何だったらメジャーっていうのは、メジャーとマイナーの意味分かりますよね。メジャーというのは過半数。マイナーというのは過半数以下。じゃあ、メジャーというのは50%以上ですね。まあ、そうじゃなくても、大体イスイレムとか、まあ、カルダナとかソラナ、この辺ですね。 トップ10というのがメジャーといって、あの間違いではないですよね。数学的に。これ、アブソルトトゥルースの話をしてるんですよ。マーケットキャップで383ビリオン。で、次に来るソラナが、もうこの10分の1なんですよ。44ビリオン。体の40ビリオン。分かりますだからこれが10倍以上、次の。ねこうやってやってても、この辺で25とか10ビリオンじゃないですか。だかこの辺までがギリギリマイナーメイジャーなオールドコインなわけですね。数学的に。ポーカドとアバランジュ。 この下の方に行けば、この辺もマイナーなわけですよ。だって、この辺は400ビリオンの100分の1が4ビリオンですから、この辺ですね。 だから30位とか、まあ、ステラーっていうの6位なので、大体だから100分の1ぐらいですよね。100分の1をメイジャーって言いますかって話なんですよ。だからここはもうアブソルトトゥルスじゃなくて、リラティブトゥルスのことを言っていると。でそれで勉強不足だから他の視聴者に言われちゃうんだよと。いう,ふうにね。で、楽器だなとかっていう,ふうにまた言ってくるわけですよね。関係ないですよ。あの議論してるのと。 ツイッターでの素のものです。それはあなたですよ。アブソルトルース,アブソルトルース的には、ね、数字的にマイナーである。もうこれは、ね、覆ることできませんよ。あの自名のことですから。で喧嘩ではなくて私は知りませんと言っただけですから、喧嘩じゃないですね。だってメディアに脅さ踊らされてるって言ってますけど、ね、もう皆さんそう思いますか私の TA、テクニカルアナリシスだこの。これは事実のように言ってますけど、違うんです。だから事実無効を、ね、言う人なんですよね。 なので、まあ、結局 IQ と、ね、EQ 的にガキはどちらでしょうか私のほうがガキ呼ばわりしてますかね、この人。まあ、私多分おそらく私より年上だと思うんですけど、年上でね、やっぱりこういう人に言うんですかねって話なんだ,だから、結局何が言いたいかというとあの、私は性格的にはね、普通の人と同じことしてないですよ。一般人と違うことをしてますよ。で性格の、あれですよね、あのパーソナリティタイプっていうのも、私は世界1%なわけですよ。だから、普通の人と共感することが少ないって言いましたよね。まあ、それゆえの、今の、 私のね、人生のステージなのかもわからないですけども、別に自慢してるとかそういうことじゃないですよ。だから、それに対して、こういう人がね、あたかもこの人の、ね、この人は多分ね、私にね、この人に同調してほしいんですよ。同意してほしいんですよ。だってやっぱり人間って間違い指摘されるの嫌ですから。で、それで私がね、あのちゃんとね、数字的に反論したら、Twitter でその物言い,いって何なんですかあなたの物言い,いですよ、結局。仮想通貨素人だってばれちゃうよ。 これだからちょっと言い方が悪いなって思ったんですよ。これは何なんかふざけて言ってるのかなと思ったわけですね。はい、だからもうそういう視聴者もいますから、そうそう、正直アンチの反論は興味ない、ネットにない、まあ。まあそうなんですけども、あのまあ、私が伝えたかったのはレッスンですよ。何を得られるかってことなんですよ。 別に私はアンジェの反論を皆さんに聞いてもらいたかったわけじゃなくて、マトリックスのブルーピリの話をしているんですよ、結局、根本は。だから、アウェルネスを高めて、知らないところのね、勝手に信じちゃってるところありますよね、そこを、ね、知りましょうと、知った上で、これ、バグがたくさん発生してますから、それね、このステージ3で、リコーディングやセルフでバグを、ね、直しましょうって、そうじゃないとなかなか行動に移せないわけですね。だと、ニットピッキングもやめましょうって、ね。ガファでマイクロマネジメントしてる人いませんから。 ね、だパ20%が大事ですかね、本当に。だからあの、大事なところだけ取っていけばいいんですよ。私だって日本語めちゃくちゃじゃないですか。でも皆さん聞いてくださるじゃないですか。それはなぜかというと、まあ、情報がある程度、価値があるからですよね。でもそれはもしかしたら日本語講師の人は、いや、ここの文法が悪い、ここがだめだ、ここの前置詞がダメだめだみたいなさ、そこねそこの <laughs> 文法を言っても、でもね、それとねファインに達成するのって別に関係してませんから、相関関係がね。 であとはトップあトあ、ウィナー・テイク・セイ・オーって、これですよね。これ。だから、あのーまあ、オルトコインとかも、だかいかに私がそのトップ10とか15位以下を投資したくないかって、リスク回避のためなんですよ。なぜかというと、トップが全部持っていっちゃうっていうセオリーがあるから、だから、そうなんですよ。だからマイナーじゃ、マイナーなのはやめとこうってだポーカドットでさ私はマイナーだと思ってますからね。トップ10入ってますけども、もギリギリ。わかりますポーカドットって、まあ、ポリゴンでさえ、まあ、 少なめにしますから私だから、ポーカドットでも、そうなんですよ。だって、これマーケットキャップ25ビリオンで、1CM の本当に、何ですか、10分の1ですよ、これで。2から19の差で、10分の1。だから、それだけトップがめちゃめちゃでかいんですよ、割合でいったら。そういう考え方ですね。あの、マトリックスのシープルですね。シープルの人っていうのは、めちゃめちゃ変なね、ロジックで攻めてきたりしますから、それをね、 対抗できるようなちゃんとしたロジックを自分で持ってないと流されてしまいますし、自分疑っちゃいますからね。まあ、そういうことも含めて、あのちょっとね,ねあの、もしかしたら、まあ、こういう視聴者さんは私は必要ないので、あのたまにね、ですねあの私に、ね、そうやってやっあのなんか変にニットピッキング、だから足,足上げしてくる方はいりませんので、はっきり言いますよ。あのあの視聴者さんの方にね、そのなんていうんですかね、あの 媚びを売ってみたいなそういうことしませんから私はもうファイヤーして自由にやってる存在ですからあの一般的な日本人の観念を私に投げられても困りますっていうことを言いたかったんですよそうですねそう、それを言いたかったんですあのある程度なんか慣れてきちゃうと自分の感情とか自分の一般的なってのを私に投影してきて違うと私を批判してくるかもわかんないですけどそれはイーロンマスクの話で言いましたよね イーロン・マスクを私は天才であの挙げてますけれども、まあ、だからといって、私はイーロンにね、じゃあこれがこうだからだめだっていうふうに否定もしな,いしないんですよ。いましたよね、彼、マリマナしてるわけですよ。日本の文化ではそんなことしたら、もう、あれですよね、反社会勢力とかそういうふうに見られちゃうわけじゃないですか。で、イーロンの COVID に対するマスクに対する考え方だって反対してるわけですよ、彼は。で、それね、私もちょっとって思いますけれども、だからといって、それはね、自分の、ね、考えをね、すべて投影するのもおかしいですよね。 だ違う、だ天才とかってやっぱ違う人ですから、それに自分のね、浅はかなっていうか、ね、変ですかね、浅はかっていうのも変ですけども、自分レベルの人の、なんていうんですかね、が思ってる一般概念みたいなのを投げかけちゃダメですよってことなんですよ、要は。うん。それ言いたかったです。だから私にね、あの、普通のようなね、そういうなんか普通の人には通じるようなね、この、なんていうんですかね、 ちょっと抽象を帯びているようなコメントとかしてきたり、事実無根のことを投げかけて困れても困りますし、私はそういう人を取り扱いませんから、言いますよ。だから、コビは売りませんからね、視聴者さんに。ただ、私はあのフェアなことは好きですからね、フェアなこと。事実とフェア好きです。それはマトリックスと一緒ですよ。事実とかフリーダムとかねを追求していきたいマインドなので、 そのためには、正しい情報をできると届けたいなと思いますし、知らないことは知らないと言ってますよね、私。あの本当に分かりませんけどもってあの、ビタリックのあれで言いましたよね。それだけ言ってるのに、仮想通貨素人って思われちゃうよって、どういうことですか私は認めてますし、嘘ついたことないですよ。嘘嫌いですからね。そういう人間性です。だから、ただただお金儲けしたい人は、もしかしたら私のチャンネル見ても、いろんなね、ちょっとなんか特有な、ね、考え方ありますから、私ね。 一般の人って多分違うんですよ。そうなんですよ。まあ、だからが故にファイアしたんだと思うんですよね。だからが故に違う選択をしたわけですよ。だから私がいるわけですよね。それを知らずに、ただなただただ,ただねあの仮想と、仮想通貨トレードチャンネルとか FX とかね、投資家チャンネルだと思って埋められているのであれば、まあ、他を当ってくださいってことですね、はい。別に私、投資家ですけども、トレーダーではありませんし、ただお金儲けをするためのね、 ことしか喋ってないわけじゃないですよね。私はニュースもファンダメンタルもいろんなことをしゃべって、いかに、ね、人生として豊かになるかってことをね、やっぱり基本にして自己啓発やってますから、その上での筋トレ、その上での読書、その上でのいろんなことですよね。パーソナルハッピネスとか、いろんな観点を取り上げていって、それがね、潮田さんに喜んでもらえれば私も嬉しいんですよ。はい。私は素人ですよ、仮想通貨の。だから何なんですか。うん。もうそれは知ってることじゃないですか。それをね、 あたかも私がプロであるかのように見せかけてそこから落としてなんか蹴落とすようにニットピックスをやめてくださいねということで、はい、EK の低い人はスルーしましょうということでちょっとこれね皆さん私のなんとなくのねあのマトリックスの話をつながってるんですけど自意識を高めるところのところ聞いてもらいたかっただけです。 でロジックに関しては本当に難しいですから、これは頭をトレーニングしないと、アブソルトトゥルース、リラティブトゥルース、本当に分からないですよ。だって、エリザベス・ホームズでさえですよ、あのすごい頭のいい投資家を何百ミリオンって、ね、嘘ついて奪ったわけですよ。あの2日前にもバーレクト出てきますからあの、彼女11個の犯罪を犯してっていう結果出てますから、そうなんですよ。だトップレベルでさえ騙されてしまう。 だゴーンガールって映画見れば分かりますよ。それだけ難しいんですよ、ロジックに関しては。だから私は言ってるんですね、ここでも。まあまあまあ、ということで皆さんも気をつけてくださいってことでね。Q&A です。すみませんね、ちょっとね、熱くなってしまいまして。熱くなるんですやっぱりイノベーションとかいろんなことを話すと。特に私が信念強く持っているものに関しては、やっぱり他人と違うのを私自覚してますし、それが故に今の私の人生があるというのを分かっているものについては、信念も相当強いです。 知ってることに対する信念は強いです。揺らがないですね。自信がありますね。知らないことにさしてもマジわかんないですから <laughs>。それでいいんですよ。なんでそこまで言えるかって、やっぱり2 0 8リロを信じてるからですね。だから20%知ってればいいかなっていう話なんですよ。だから完璧主義の人とかいるじゃないですか。私は全く違くて。はい。本当に。それです。だから楽なんですよ。マーケットもそうですね。大体20%か、ね、10%が大事なところだけ踏んでればいいんですよ。はい。 日本人のちょっと違うやり方ですね。ということで、Q&A ですね。正、え、論、ー、付けられた、正論付けられたレバゼの逆カみそれもありますね。あのただ、レバゼの逆カみは買ってないですね。ただ、マイナーコインのステラをちょっと私が草コインなのかもわからないって言ったら、あの人たちは多分ね、愛着があるのかもわからないから、それでちょっと傷ついちゃったのかもわからないですね。私あの、 断言してませんから。これに証拠ありますから。昨日のライブの。今ねちょっとね三頭分ぐらいじゃないですか。三十分いったら。聞、はいたところにいってことは多分英語圏ではあんまり取り扱われてないんですよ。だから私の調べでは、ね、あの何も言いないですよ。知らないです。言いましたよね。私の調べでは何も知りませんからって言いましたよね。こちらの答え調べました、ねかね、し,かしてステアルゲでステア。いやでもなだめだめだめだ,だ,だめじゃないですか。だ,か <laughs> だって技術的なものでなんかいいメリットがあるのかってとこれしかねまず実用性がないのかってとことでそうなんですよ。トロントの成り ダメじゃないですかですよね。断言はしてませんから、そこを、ね、取り違われても困ります。これよくやるんですよ、メディアが、テレビとかのキャスターが。あのすごい、あのそうなんていうかというと、ローデッドクエスチョンというんですねローデッドクエスチョン。つまり、そうですよねって、アサンプションをバリデートする前にアサンプションが正しいと思って、その前提でこうしましたよねって聞いてくるキャスターがめちゃテレビでいらんですよ、本当に。これはそれはひどいです。あの論理的な会話にできませんからね。 下げても下げてもロンガーが湧いてきてます。そうなんですよ。だから、ウォーキングレッド市場ですよ、本当に。BCH って何ですかね ?BCH。ビットコインの方がいいんでしょうか。あ,あ、ビットコインなんとかですかねこれ。わかんないです。だってコメントでビットコインキャッシュについてきたのはそれかなと思ったけど、BCH って何ですかね今、ビットコイン建てでマーティックドットスタンド買ってもいいのでしょうか。BTC 建てでってことは BTC を売っちゃうんですか、はああ。 現金じゃダメですか。まあ、ビットコインだとてビットコイン保持しているビットコインを減らしてマーティクドックサンド。いやー、だってサンドってあれですメタバースのトップではありますけれども、とはいえ、まだオルトコインの下の方ですからね。はい、マーティックも、ね、15位ぐらいじゃないですか。まあ、だから、一番いいのは現金でしょうね。あとは、あとは、わか,かんないです。だポートフリー何パーセント持ってるかにもいりますから、だからそういうのって、ケースバイケースは本当わかんないですよ。 暴落をチャンスで取られるん。そうですよねそ。その通り。いつも通りです。もし来週の CPI がインフレ継続なら、ますます債券売り、金利上昇となり、ハイテクには。そうなんですね。ただ、CPI が、まあ、まあ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 、3月にはもう利上げは多分、プライスで折り込み済みだと思うんですね。だから問題は、おそらく5月、6月、7月にどれだけ CPI が下がってくるかだと思うんですよね。なので、まあ、金利上昇はもう66%折り込まれているので、 逆風かって言ってもうそうでもないのかなって突発的ニュースじゃないですか投資の緊急対応面白い緊急対応 <laughs> どういうことですかねアトム最近強ういうのはなぜだろうわかんないんですよねアトムってアテムって何でしたっけコスモスですよねハローハローこれ本当のやつですかねこれって NFT のやつですね ランニングマシン見ながら見てます。おお、なるほど。いいですよね。あの、代わりをしているときって、あの、何も見ないと時間経つのは長く感じるんですけど、YouTube とか、なんか携帯触ってるとすぐに2分、3分感じるので、時間を忘れるためには、あの、なんかしといた方がいいですよね。動画見ながら。ポチッと。あ、ライクのことですね。今69なので、あの、もう少し、まあ、100はいってほしいですね。ポチッと、皆さん。 お話は面白いですよ。あ,ありがとうございますだ。そういう方が言ってくれるといいんですが、まあ、たまにですよね。たまに。1000分の1のか、もっとですね、6000とか、1万人、1万ビューに1ぐらいの確率で変なのが来ちゃって、まあ、ただ大多数の方は大丈夫だよね。確かに日本人は正義の協調圧力をですね、そうですねあの、国民警察なんてありますからね。 パー,フェクトパーフェクションすぎ、だからニットピッキングがすごいですね。すねこれだニットピッキングってハイ,レベハイコンテクストカルチャーと同じなんですよ。ハイコンテクストローコンテクストカルチャーって知ってる人は知ってると思うんですけども、日本はめちゃめちゃハイコンテクスト。だから京都の話しましたよね。京都の作法がとか、ね、ピアノはうるさい、ピアノお上手ですねって言ったらピアノうるせえっていう意味らしいのか、あとは何でしたっけ漬物食べていきますかっていう時はコメントで言われたのが、あれは逆で、 あの帰ってくださいみたいな <laughs> 超細かいですよねだ日本ってハイコンテクトすぎて逆に自分,の自分で自分の首を絞めてるわけですよ他人からこう言われちゃうとまずいからまずいからみたいなねその逆がアメリカで自由そうだから私は日本に住んでませんからそういう、ね、観念を押し付けられまも困りますねっていうとても良い知的な死体打ちだなこれはどういうことですかねこれはツイッターのこと言ってるんですかね ぶっちゃけ、オルトコイン。あのね、日本語だとアル,トアルトってなってるんでしょうね。これ英語だと、発音的にはオルトの方が正しいですよね。アルトと言われるんですね。だってオルトっていうのはオルターナティブの訳ですから、オルターナティブって大体の訳で、オルターナティブコインの略、ま。混ぜてオルトコインなんですね。まあ、アルトコイン、まあ、日本語でメジャーコイン、草コインの分類とか投資とか関係ない、どうでもいいです。分類を完璧に解決することで、かそ,うそうなんだ。だからここにニットピッキングしてるんですよね。分類を完璧に理解することで確実に稼げるならね、そうしますよ。 だからね、私が言ったように、私が靴下をね、ちゃんとね、履けるようになれば、投資でもうまくなるようにならば、靴下ちゃんと履きますし、日本語の文法ね、ここがダメ、ここがダメっていうふうにニットピッキングされて、それがね、別にね、人生豊かになるのにもしますけれども、そうじゃないんですよ。だから頭のいい人、頭のいい会社は2080ルールですよって、これ、もしかしたら初めて聞いた人多いかもわからないですね。こ,れこういうフェオリーあのコンピューターサイエンスで学ぶんですよね。 はい、なので、メジャーの、まあ、頭のいい会社とかはこれ採用してますし、マクロマネジメントが大事ですね、マイクロじゃなくて。で、えー、次ですね、えー、あれ ?F さんは天才、天才はし客観的な客観的な指標で判断すれば凡人は主観的に、私は、ね、天才ではないですよ。確実に天才ないです。天才というのは、イーロン。 はですね秀才ですね彼は、まあで。でも天才かな努力相当してますから。だから、マ、ま、ー、あまあ、君からしたら私は天才に思えるのかもしれませんけれども、まあ、でもね、私は知らないことたくさんありますから、私は天才かといったら、これはアブソルト・トゥルースなのか、リラティブ・トゥルースなのかで言ったら、リラティブ・トゥルースですね。だから感情とかパーセプション、解釈ですね。人の解釈によって私は天才と思う人もいるかもしれません私は全、ね、然そうじゃないですよ。はい。できないこと、知らないことたくさんありますから、私 日本の洞察圧力は強制で社会主義なんですが、執行部隊は若くない女性、女性の人間はドンだと思います。日々覚えてます。政府のようになりました。執行部隊は若くない女性、ね、ドンってあれですね、ボスみたいな感じですね。政府のになりまこれどういうことですか女性が怖くなったんでこれですかこれあるんですよ。フランスとか、あれなんですよ。シバリーって言うんですよ、英語で。シバリー。 イタリア人とかってやっぱジローラモとかでいるじゃないですかイタリア人だからっていうそのあれありますよねそ創訳は日本人とか東アジア人はあのナンパとかっていう <laughs> 何でもかんでもそれちょっと色恋のことに関するとチャラついてるとかっていうふうになりますが、ね、イタリアとかってね普通じゃないですかそういうなんかソーシャライゼーションみたいなね で、フランスとかイギリスとか、今、ウェスタンカンパニー、ウェス,スタンカントリーでは、その、同意ですよね。同意をどこまでね、明らかにするべきかってところで、それをね、じゃあね、ペーパーで書いてさ、同意書を書きます、一回一回。しかも、夫婦間でも、その、同意しなかったら、あの、なっちゃうんですよ、犯罪に。あの、法律的にはね。で、ある国によっては、それがね、もう出てるわけですよ、ケースが。日本ではあんまり出てないから、 そういうのはあんまりはっきりしないですけども、英語圏で出てるんですよ、英語圏では。だから、じゃあ、スウェーデンとかですね、イギリスとかの方では、アイルランドかな、それが今、法廷に出そうか出せないかっていうふうなところが結構出てるわけですよ。つまり、どこね、一回一回ね同意したら、そしたら映画のムードもないじゃねえかっていうところが、キリングシバリーなんですよ。シバリーっていうのはちょっとした、なんていうんですかね、イタリア人のおっさんが、 なんかちょっと、あのくどいてねみたいなそういう意味ですよ。くどくとかそういう意味ですよ。そのムードとかあるじゃないですか。それなくなっちゃいますよって、一回一回、その法律、ロイヤーみたいな、法律、あの弁護士みたいにさ、あなた同意しますかこうサインしてみたいな、一回一回やっていく、そんなの無理じゃないですか。そんなこと言ってるのかなって、ちょっと想像しました。確かにな、馬鹿に伏せる話聞かせられる資り、まあまあまあ、まあ、まあまあちょっと説明しましたね。あの反論、反論は興味ない。 あの反論のことを言いたかったんじゃなくて、これですねあのいかにマトリックスにつながってるかってことと、数学的に考えるってところが論点でしたので、ああれですよねあんまり時間割いても済みませんでしたってことですね。そうですねそんなの聞いても、別に投資成長しませんもんね。それは分かってます。ただ、ある程度ね、あの定期的にその私の視聴者さんの人で、純度を高めたいので、こちらもね純度を高めていきたいので。あの <laughs> 4, 千4万2000ドルでワンビットコイン買いました。マまじか。450万ぐらい持ってたってことですね。相当じゃないですか。どん,ぐどんだけ貯めてたんですかこのチャンスが来るまで。ずっと待ってないと、そんなにたまんないですよね。ちょびちょび買っちゃったら。中谷亮介さん。すごくないですか ?450 万ま。まだ持ってたっていうのがすごいですよね。私すぐ買っちゃうんですよね。少量でも。ちゃんと理論を持ってアンチを。 持ってるアンチはいいけど、そう人格的な感情でもの、そう感情で、そうですね。これからスルーします。すいませんね。日本だとネット上でも、今の笑いとか炎上ワード。そう、今の笑いとか炎上ワードで。言って、わざわざ現実に流れた人たちが、ネット上一致して批判。ああ、そうですね。三十一歳ファイの利用が、少しわかります。そうですね。理由のところ、ちょっとね。根本のね。マトリックスのところですね。特に、これが一番大事です。これ。 これがエリザベス・ホームズ、セラノスの、あのー、あれですね、あれにも同じだし、そう、それとそこなんですよ。投資もそう。<laughs> 今のところは投資、配信の半分ぐらい取られていけない。さあせん。アンチシさんはわざわざ見なければいいのに、そうですね。はい、今後そうです。今後はこのライブ配信のリンクを送りつけて見てもらいます、そういう人には <laughs>。 仮想通貨素数だ,だよみたいなあおりはただのあおりだと思ったけどでも改めて確かに日本人的によく考えると全く見えないありだね考え,考,えて考える考えるとこう変わらないからですよねそうなんですよこのチャンスに現金がないそういう人がいるからだからある程度ちょっと、ね、残しておくべきなんですよねそうだからド,ド,ラストだんドルコスト平均法ですねドルコストアベレージングしてる私はしてるのでこんなに一気に貯めて買えないんですよだから良介さん どのくらい貯めてたんですか興味ありますね。そう。b c じゃビットコインキャッシュのことです。あ、これだ、聞いてきてきましたよ、昨日。私は知らないんですよ。多分五50位ぐらいじゃないですか、わかんないですけども。それはビットコインと違うって聞いたことあるんですよ、これとこれは。だから、ビットコインなんで投資しないのっていうふうに私は思いますね。これを思うのであれば。 あちなみに日本時間の昨夜、ビットコインが下落して、買い増しが Twitter トレーニングに入ってました。ということで、いいことですよね。買い増ししてる人はいい、正解ですよ。日本のフィットネスリテラシーが低すぎると考えてますが、海外住んでるファイアさんから見て、日本のフィットネスリテラシー、フィットネスリテラシーって言われるですね。栄養学とか健康のあれですかね。 やっぱり遅れてはいると思いますよ。だって、あの私は大学でキネスオロジーっていう構想を取ったんですよ。キネスオロジーでフィジオロジカルコンディショニングっていうやつだったんですね。フィジオロジカルコンディショニング。だから、あれですよあのスポーツ科学的なトレーニングのしかと、トレーニングだけではなくて、栄養とストレス、だからスリープまで、リカバリーまで全部学んだんですけども、それってやっぱり研究から基づいてるんですよね。 で研究っていうのは、やっぱりアメリカとかの方がお金がありますからで、できてますから、で、サイエンス、科学的な研究ってやっぱり、英語圏の方が相対的にまあ断然先行ってますからね、研究では。もちろん、あの日本で進んでるのもありますよ。性科学って呼ばれる、えっ、ー、と、性科学っていうのは何でしたっけ、あのシンプルなバイオロジーとかケムとか、バイオケム、物理は日本は進んでますよ、ね、ノーベル科学賞がいるので。 ただそれ以外ですね、エンジニアリングとかそういうのは弱いです、やっぱりお金がないですから。だから、まあまあまあ、でも今ね、筋トレ YouTuber たくさんいてで、それで栄養分について話してると思いますけれども、ただ、あの、あれですよ、やっぱり、あの、ダイエット、テレビで見るあれはめちゃめちゃ低いですよね、テレビで見る、なんかダイエット、トマトダイエットとかうとかやってますけども、はい、あの、そういうのは低いかなと思いますね。まあでもそれはしょうがないかな、大衆向けなんで。 YouTube 配信か YouTube 配信始めたのはねそうで、すねいろいろありますけれども、ちょっと今、パッと出てこないですね。前からやりたいと思ってたんですよね。はいマーテックの動向どう考えられてますか、まあ、よく見ていただいてもらっているのでは分かるはずなのかなと思うんですけども <laughs>、から今後上げですよね。はい漬物じゃなくてお茶漬けです。あ,あ、お茶漬けじゃなかった。お茶漬けか。お茶漬け食べてっていう時は帰ってくださいの逆らしいですね。 だニットピッキングとハイコンテクストカルチャーがつながってるんですよね、ここで。ハイコンテクストカルチャーって知らない人調べてみたら面白いですよ。アジア系とハイコンテクストなんですよ。だから、言葉で表示、言葉でだ空気を読むとか、あの、あれですよね。あの、言葉でエクスプレシットに表現されてないところまで読んでくださいっていう期待値が入ってるのがハイコンテクスト。言葉でちゃんと説明しないとわからないよねっていうのがローコンテクストなんですよ。 だから、京都なんで超ハイコンテクストじゃないですか。<laughs> だって、この逆をね、理解してくださいねって、世界通じないですよね <laughs>。お茶好きか。名前はファイアさんです。そうなんですね。まだね、考えてないんですけど、みんなファイアさんって言われるんですけども、まあまあまあ、シュワちゃんとか、キングコングでも、シルバーバックでもいいですけども、キンマンとかって、どうですかって、ファイアキン肉マンはどうですかとかって言われるすちょっと長いですもんね。キングコング好きですけどね。ただ、キングコングとかね、ちょっと人間ちょっとかけ離れてますもんね。 カザフスタンの件がビットコイン下落に対してどう思うんですか、ま、た ?YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming ネットのスピードですかねまあどっちもいいでしょう。利上げとビットコインの友連れがうーんいやこれだからビットコインのあれとあれですよ。あのー、利上げじゃないです利上げじゃなくてあれですよ。 あのバランスシートのリダクションですよ、それがプあのサプライズニュースだったので、ボンドを売るってところですね、利上げもそうですけどもね、もしかしたら、あそうですね、ダイビング上がってまして、もう離されましたそうですね。 えー、バイナンスにビットコインしか入っておらず、全くもう保持してみると思いますどねデロピアさんはもうキャッシュないんですかキャッシュが向こう1週間で入ってくるのであれば、おそらくね、まだ1週間待ってもまだ買いだと思うので、もし、そうですね、だから、もし月末まで入ってこないのであれば、まあまあまあ、ちょっと崩してもいいのかなと思いますけど、どれぐらいのポーションの、ね、ビットコインが入っているのかに思いますね、今、ポートフォリーのパーセンテージ。 昨日、ショッピファイとテスラ買いましました。これは嬉しいですね。やっぱり私の米国経済と、米国グロース株と仮想通貨のつながりをちょっと力説しましたけど、あれですね、あの、ショッピファイは今1200ぐらいですもんね。で、まあ、私はもう少しましおお1150まで下がってますね。だからこれ1000までいったら、 超超超絶対的に買いって私、超自信持って言ってますけども11、まあ、1100ですか。1200でも結構いいんですけどもね、あ1300でも結構良かったんですけど、1100なので、まあ、おそらくね、ボトム気づくと思うので、2回ぐらい。これは嬉しいですね、聴者さんで米国クロースカーを買ってる人いると。テスラも,も まあ、まあ私今キャッシュがないので、まあ、キャッシュありますけれどもビットコインとか買うってなってもねそうだねあんまり大きいコイン買えないのでねステルスさん途中参加でに分からないですが今ビットコインを買いのチャンスなのですか今ビットコインは買いチャンスなのですか3万6000ドルくらいまで下がらのではと思ってたので私の動画見てますか <laughs> 見てますかビットコインは買いチャンスですか朝の動画でも言いましたし数日前から言ってますよ ビットコイン買いですか私に来ます、そんなこと。た、あのーまあ、多分動画全部見てる人いないと思うんですよ。やっぱり忙しいから。エクストリームフィアですよね。エクストリームフィアでずっと買っとけばいいんですよ。って前言った通り、このずっと、ね、下がってる時にドルコスト平均法で買っとけばいいんですよ。はい。で、まあ、落ちる可能性があるから少し残しておいてねっていう話ですね。絶好の買いですよ。はい。長期的にはですよ。 これ、レバーかけてる人の話はしないですよ。はい。絶好ですよ。えー、今日の話、書籍で読んでみたいと思ったんですが、そういう人好きですよ。なんというタイトルですかアウェイクの話ですね。これは、あれですよ。これ、日本語訳あるかもわかんないです。The Code of Extraordinary Mind。ベストセラーですよ。この人は、マイクロソフトであの大学、ミシガン、あのマレーシア生まれの イスラム教の母親生まれのイン,ドインド系なんですよね。で、マレーシアで生まれて、で、ミシガン州立大学に行って、コンピューターサイエンス学んで、えー、マイクロソフトのシアトルのビル・ゲイツがあの時いたので、ビル・ゲイツの自宅にインターンシップで行ったと。で、それでやっぱりエンジニアは俺がやりたいことじゃないって言って辞めて、で、自分でビジネスを立ち上げると。で、この人はね、すごい、あれなんですよ、ウォークなんですよ。ヨガとかあのー頭を なんうんですかライフハックもそうだし、バイオハックもいろいろしてるし、だから、だからまあこういう意見もありますけれども、私はこの人はすごいなと、頭がいいなと思います、はい。ただ難しい本です、めっちゃ。お茶漬けじゃなくてブブ漬けですという俳句。まあまあまあ、でこれはね、ハイコンテクストではないんじゃないですかね。えだって、お茶漬け、んあ,あそういうことだね。さっき私が漬物って言ったのをお茶漬けと言って、お茶漬けのし ちょっと種類がブブ付けっていうのがあるんですかね、もしかしたら。で、超細かいところだから、ハイコンと言ってるんですかね。えー、31歳さんは、お金、31歳は <laughs>、呼び捨てかーい !31 歳 <laughs>、まあ、お金いくらくらいから投資始めて、どのように増やしていかれたんですかこれはですね、どうやって増やしたかとか、あのまあ、スタッチとか、その辺はあの、5万人ぐらい行ってから話そうかなと思うんですよね。はい。 安定してからじゃないとやっぱり私が懸念しているのって前言った通り、私って普通の人じゃないんですよ。性格のパーソナリティテストからも分かる、血果的なテストからでも分かる1、1%みたいな分類になるんですよ。だから、意見が一般の人と合わないわけですね。結構な回数で。だから、それをね、ただ、ただ私のチャンネルをファイヤーしている人という、私のチャンネルを見てくれる人は、ある程度ね、そこを あの頭広く、柔らかく受け取ってくれる方が大多数なので嬉しいんですけども、あのそうじゃない人もいるわけですよ。で、その時に、あんまりにちょっとね、噛みついちゃったりとか、極拠論を、ね、言いすぎると、やっぱり反論、反発って出てきちゃいますから、人間ね。信じてる脳ってあるじゃないですか。自分が信じてる、あの意識的にはそうじゃないけども、なんとなく信じてる、だ奴隷脳とかあるじゃないですか、あの社畜脳とかなんか。か文化の中で、犬みたいにしつけされて、 育った宗教なら文化とか政治ならこれがあるわけです、たくさん人間でアウェネスが低い人つまり頭がや硬ければ硬い人ほどこれが大きいんですよ癌みたいに首脳で,でそういう人たちが、まあ、どん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 増えてくるわけです私のチャンネルが大きくなればなるほど大衆向きになっていくるので,でそうしたときにやっぱりあ,のあんまりさ言わない方がいいなと私は思ってるわけですねでやっぱりそこでだか,らそのだからそこの5万人ぐらい言ったらまあまあまあ ちょっと安泰かなみたいな。そこまで伸びたら、まあ、セーフかなみたいな思ったので、そこの時に言おうかなという感じがしてるんですよね。わ <laughs> かりますある程度私も懸念はしてるわけですよ。あんまりね、言い過ぎちゃうと、シープルだとかね、言うと、まあ、多少煽ってる感はなくはないわけですよね。まあ、事実ではあると思うんですけども、それをね、一般人が、<laughs> 一般人がって言えば変です。まあ、一般人がファイヤーの動画を見ないでしょうけれども、まあ、そこにある程度フィルタリングがかかってますけどもね。まあ、ただ、これをね、気づかない人って、本当に気づかないんで、 でその人たちが、ね、反,反発してきますから、シープルで、ブルーピリで。エージェントスミスになって、私たちを、ね、ポリシングしてし、国民警察で追ってきますよ。税金を払わない。国外逃亡してる、非国民だなんて言われちゃいますよ。だから、はい、そういうシープルがいますから、ね、いや、非国民だなって別にさ、国選んでいいじゃんって思わないですか。うん、まだ世の中変な人もたくさんいますから。 4万4000円、4万2000円溜まってる、含み損レバロング勢をクジラが一掃してから、ああまあ、それもなくはないですね。グラスノード以外の有料情報サイトを使ってます。いやー、有料情報サイトは使ってないんですよね。無料版なん,なんですね、私。コングさんはどうですかキングコングね。ファイヤーキンニグマンだと、ファイナンスのファイヤーと、ホロのファイヤーブファイヤーキンニグマンさんってあと長くないですか一回一回書くのに。ファイヤーキンニグマンさんってさ、しかもキンニグマンって、 皆さん好きなんですかね私より少し上のじ年代ですよね筋肉マンってことは。ファイキン <laughs> セイキンって何ですかセイキンチャンネルってことですかねファイキンだとファイアがかかってるかわかんなくないですか金って何ですか筋肉の筋肉ですかねよく見る日本の仮想チャンネルは見ないですよ。別に。仮想通貨チャンネルでもあのメタバース系やってるとか NFT 系やってるとかいろいろあるじゃないですか。 あとは、あの、完全にトレーダー目線の TA だけみたいな。だから、難しいですよね。どこをやるのかっていう。だから、私は総括的に捉えてるので、しかも、あの、すげえオルトコイン、草コイン系で何百倍とかっていう風な、ちょっと投機かかってるのも、チャンネルをやってるのは色々ありますね。あれは完全にすごい投機的だなと。お金持ち、お金一攫千金みたいな。それは、あの、サムネでしか見てないんですけども、だから見てないんですよ。 でそんな時間があんまりないんですよね。こんばんは、2倍速でよく話に落ちつきました。あ、そうですね、2倍速いいですよね。すみません、33さん。すみません、しましたこれあれですかあの31あれです、ね、31歳はっていう3抜かして、<laughs> いや別にあの怒ってないですよ。ジョークですよ。仮想通貨0.5ビットコインくらいしか持ってません。現状は10万くらいしか。え、デロピア,ロピアさんはあ,あれか。そういうことだね。あの、4200万じゃないですね。 0.5を切りらすか、うん、?10 万くらいしかんでもね、サンドボックスとか本当にだ、だってポートフォリオで0.5というか大体まあ今の時価総額で200万とかですね。230万とか。で、それに対してまあ、だからサンドボックスは本当に5万とかぐらいでいいと思うんですよね。わかんないですけども、リスク,リスクどれだけ取るかによいますけどね。マーティックもそうですね。ドットはまあ、まあ、 マーティックよりも増やしていいのかな。まあ、同じぐらいでもいいのかもわかんないですけども。だからそんな感じで、現金10万くらい出すのであれば、5万は、まあ、3の目数ぐらいですかねそれ以上買っちゃうと、ちょっと多すぎかなと思うんですね。いやいや、謝罪は呼び捨て謝罪してもらわないで結構ですよ。別に。そんなんで怒られませんしね、別に。別に、あの、丁寧,、まあ、丁寧語を使ってもらいたいなと思います。あの、民度低い人はたまにいますから、コメントで。でそれで民度あの高めでお願いしますってコメントしてますから。 ただ、あの別にね、あのだから別に私ハイコンテクストじゃないですからね、はい、それは大丈夫ですよ。要所紹介もっとしてください。Kindle だと、ああ、そうですか、好きですか。じゃあこういうのがいいですよ。マスタリー、マスタリー。超大事ですよ。モーツァルトとかの話しましたよね。あの、ハリー・ポッターの著者があの全部、ウィナー・テイク・セローみたいな。これ超大事ですよ。あの、いかにね、 イノベーションする脳を作るから、僕、天才たちの脳を研究した本ですから、モーツァルトもそうだし、えー、ヘンリー・フォードもそうだしね。あのだからそれが、これで繋がってて、この本を見せたんですね。であとは、もう一つこれですね。紹介したかったのはこれです。For Agreement ですね。これもベストセラー、7万のレビューがある。なぜこれを紹介したかったというと、EQ を高めるためにですね、アサンプションを持っちゃいけないんですよ。アサンプションを持って喧嘩しますよね、みんな。カップルとかで。 こうしたでしょう。なんでしなかったのこうだからでしょうみたいな、ね。断定するの。あれはいけないんです。だから4アグリメントです。4つのアグリメントしましょうねって。人間関係で。あとは自分の言った言葉にね、あのー、正確になりましょうって。忠実に。だ自分のや,りやらないことをね、やりますって言うのもダメだし、うん、だ自分の言葉は責任持ちましょうってのが、また違うアグリメントですね。エージェントスミスはクソ。<laughs> だ世の中エージェントスミスがたくさんいるよっていうのがマトリックスですね。 にになる話は気にしないでもそうです気にしませんけどもちょっとね、ちょっとね、これね、だって1対1でやり取りしててあの、視聴者さんがね、バックアップしてくれないと、これって俺だけ間違ってるのかなって、ちょっと錯覚しかけないくもないじゃないですか。だからちょっと、ね、考えてみて、うん、こういうふうにね、あの論理的に正らそうとしたら、まあ、私が正しいなっていうのを思いましたけども、ちょっとねあの、こういう人がいるから、あのちょっと、 筋違いじゃないですかっていうね、バックアップもしてほしかったんですけど、ゴリラさんですわまあ、ゴリラ嬉し,嬉しいんですけどもね、ゴリラ、てキングコングの方が嬉しいですね <laughs> あの。よく言うとキングコングの方が嬉しいですけども、50万円今買うと1イーサーだと、1イーサーとゼ01.5どっちがいいですか今はイーサーしか持ってません。まあ、そんならビットコイン持ちましょうよ。うん、ダイバーシフィケーション大事ですよ。うん、1イーサー持ってたらあれですね、30万ですもんね。 らビットコイン、ビットコイン持ってからですよ、大体普通は。まあ,まあ人によるですけどね、楽天銀行ジムコインでビットコインを購入、バイナンスに送金してオルトコインを購入、BTC からのオルトコイン買うってやつですね。オルトに直しましたね。みんなアルトだったのに。現金で購入はどういう意味じゃくてあの10万円はキャッシュであるって言ったじゃないですか。じゃキャッシュで5万はーマーティックじゃなくてあサンドボックスで10万ぐらいを えー、マーティック。で、20万ぐらいを、だからビットコインを削って、でもビットコイン0.5あるんですよ、200万。そんなら、まあ10万とか20万をね、ドットとマーティック。で、ソナじゃなくてサンダーボックスを5万みたいなね。で、サンダーボックスはビットコインを削ってまで買うもんじゃないかなって感じですね。ビットコイン今がそこですかそれは私も言えないですよ。まあただシナリオは言いましたよね、2つ。ここで反発。加藤11、じゃない,いんですか意味がわかんないですよ。 なんでなどう繋がってるんですか加藤純一って人、誰ですかそもそも。そもそも誰ですか加藤純一って。<laughs> 変なのを気にしてください。話も勉強になるのでつなください。そうですね。だから、あれですね、あの私はあのー、そうですね、私が盾となって、あ可愛い、ね、このたまに変な人がいますよと。まあ、それは可愛いもんですよ、正直。はい、ただ、だからこういう人とやるやっちゃだめなって思いますよ。だって、終わりがないですからね、この人たち。 リラティブトゥルースばっかり言ってきて、もう本当に終わりがないですから、理論、論理の論もないですから、ロジックの論もないですから、まあ、ただね、こういう人がいますから、ちょっと私もパージしないといけない、パージっていうのはリムーブですよ、リムーブ。あのー、この人たちはあ私のチャンネルに来てもらわないで結構ですからっていう感じですね。<laughs> はい。あのー、だから、ちょっと私はも,もちろんそうですよ、だから、一般人と違いますから、同じね、期待値を投げかけてもらっても困りますっていう、ちょっとね、注釈と、 あのまあ、強い意見を持ってますよ、ある、まあ、人生の、ね、ある程度のことに関しては、はい、そうじゃないと、ね、なるべくしてなってますから、今、私の人生っていうんですかね、その強い決断をしないと、今ここにいませんから、そうなんですよ、それをね、皆さん知らないで、気づかないで、あの期待値投げかけられるんですけども、もだからそれは私の生まれ育ちとかを話したときに分かりますよ。 1000、うん、名いる同学年で、私一人しかしてない決断をするとか、そういう決断しかしてないんですよ。だから、人と違う決断をする人ってどういうことかというと、孤独の中で自分を強い信念を持って生きていかないと、自信なくなりますよね。そういうことをしているわけですね。はい。ですから、あの、だから、だからそれだけ強い信念を持ったインディビジュアルでないと、ファイアもできないんですよね。はい。そういうことです。エージェント・スミスがたくさんいますから、周りに。 批判してくる人とか私も批判されてるの人生ですよ。Yahoo! チェ袋とか、まあの時代ですから、その時に自分で検索してね、こういうことしたいんだけどもできるかなって言ったらっ、まあ、ほとんどの人はね、こんな感じですよ。エージェントスミスみたいな感じで、無理だよとか、うん、お前じゃ無理だよみたいな、そういうレベルのね、うん、なんか根拠もない、事実無根のこういうことを言ってくるわけですよで。それを子供の頃にね、どうやってねフィルターかけて、どれが正しくて、どれが正しくない情報があって超難しいですよ、そういうの。 いまだに、ね、皆さんだって難しいですよね。どの情報が正しくないか。それだけ難しいから話してるんですよ。エリザベス・ホームズのステラノス。ステラノス。ね。インベスターでさえ騙されてしまうんですよ。っていうことから話してるんですね。だ難しいんですよ。はい。まあそういうことも含めてね、あの、ちょっとね、皆さんのアウェアネスですね。アウェアネスを高めてもらえれば、ァイ a にも通じますよってことですね。あと人生も豊かになりますアウェアネスを高めれば。日本のね、 いるんですよよく海外に住んでる日本人だけでも、もうがっつりね、日本のメディアを飲み込んじゃってるから、海外で自由に生きればいいのに、日本の,その超批判的なところとかあるじゃないですか、国民警察的なポリシング、それを真っ向に受けちゃって、海外でね、もう手錠とか外れたのに、日本のしきたり、日本のね、ハイコンテクスト、ニットピッキングを。 批判されちゃまずい、批判されちゃまずいっていう、その小さいね、やっぱり海外でも日本人コミュニティってありますから、からそれって本当に日本の小さい版なんですよ。日本人コミュニティの中でもね、多分ね、細っきいことやってると思うんですよ。特に、あのー、あれですよ。あの、だから、ただ海外駐在で出てきちゃった日本人みたいな、つまり、あのー、インターナショナライズされてなくて、ただただ日本の脳で日本のまま出てきて海外にいて、 でただメディアは、ね、日本語しかわからないから日本の、ね、Yahoo とかテレビばっかり見ちゃって肩幅超狭くして生きてる海外にいる日本人日本人コミュニティの中で生きてる日本人本当にかわいそうだと思いますもう自由に生きてればいいじゃんって思うんですよでもやっぱりメディアが、ね、ずっと、ね、日本からしか受け入れられないから日本語があれなのでそうすると自分で自分の首を絞めちゃってるんですよねそれはかわいそうだなと思いますで私も なきにはあるしですよ。やっぱり YouTube コメントでも影響きますから、そこいかに自分の信念を強く持ってね、あ、これはね、クソコメントだと。あの反発できるようにする自分の強さも持たないといけないなと。とですねえー、ファイアさんの話はいつもとてもシンパシーを感じて興味を持っています。天才の教室ってね孤独と絶対的な不安と感じますね。まあ、天才ではないですから、まあ、ただ孤独、まあ、上に行けば行く、トップに行けば行くほどね、孤独っていうのはそうですね。あんまり共感できる人はいなくなるんですよね。 絶対的な不安とか感じませんか絶対的な不安は感じないです。まあそれはね、こうやってやっぱ本ですよね。著者とか本を読んでいくと、やっぱり上トップの人層の本ってやっぱりずば抜けれますから、これらがやっぱりね、自分の価値観を後押ししてくれるんですよね。もしくは、こういう人たちから学んでの価値観ですから、あの、だって,だってモーツァルトとかそういう人たちも、 やっぱり天才肌の人とかね、そういう人たちってやっぱり人と違うことをしてますから、それなりのチャレンジがあるわけですよ。で、そういうねこうやって学んでいくと。そしたら、これなんかね、バーチャルの友達でいいんですかね。時間軸を超えたメンターであったり、友達になりますから、で、私はこの人たちのことを信じますかね。例えばモーツァルトとかバッハとか、いろいろありますよね。トマス・エジソンとか、ヘンリー・フォールドとかさあの、ジーニーさですよあの。レオナルド・ダヴィンチだってそうだし、 そういう人たちの感情とかね、チャレンジとか困難を読んで、ああ、なるほどなと、うん。この人たちもやっぱり、社会ではやっぱり、確かね、モーツァルトとか確かそうなんだよ,そうそうなんだよねあの、社会でやっぱり不適合者的な人もいるんですよね。だから学校が、学校を落第したみたいな。モーツァルトとかどか分からないんですけどもあの、あんまりうまくいってないと。だって全体教育でうまくいかない人ってやっぱり天才でいますよね。 私は別に大学とかまで出ましたから落第はしないですけどもだから人と違う感性を持っている人の、ね、やっぱり偉人とかを見るとやっぱりあってなりますよねだってそんなねこの人の意見を聞くか偉人の意見を聞くかどっちでね自分の自信が高まるかって偉人じゃないですかだからそういうのを私は本を読みまくったので絶対的な不安はないですねでしかもだってある程度コンティティブに数,数字的にあの 数字的にバックアップできるじゃないですか。例えば私は、ある程度の、これだけの金額の資産を持っていて、ファイアできたっていうのもあるし、例えば年収でいったらこれだけ稼いでるとか、いろいろあるじゃないですか。ベンチマークとして。で数字的に私はバックアップできてますから、うん。で、まあ、例えばね、あの筋トレとかもそうだし、まあ、メンタルヘルスに関しては別に、そういうの、別に不安とかも特にないですから、まあ、だからそういうネガティブなことに、を、人を切るっていうこと知ってますよ。前,前言ったかな、動画で。 あ,の人あなたは周りに、ね、関わる5人の平均ですよと。だから、すごいあのスタンダード上げてやらないと怒ってる人ばっかり、頭悪い人と絡んでたら頭悪くなっちゃいますよね。そうそうだから、アル中の人とね、ずっと、アル中っていうのは変ですけども、あれは難しいから、本当に直すのが、それと一緒、タバコばっかりする人と一緒で、周り話してる人ばっかりだったらそうなっちゃうし、 ね、あの感情的に物言い人とばっかりだとそうなっちゃうしねで同じようにね汚い発言するに真似ちゃいますよね環境でだから私はそう切るっていうことをしてますからそういうことをして、まあ、あ,のあんまり絡まないようにネガティブな人と,あと頭の悪い人は絡みたくないのでっていうことをしてますねフィルタリングをかけてますよ毎日楽しみにしてお話も申し上げますいやそれは本当にありがたいですよやっぱりさっきも言ったように強いこと言っちゃうのである程度の人がねちょっと反発するかもわかんない,っていうで,でそれ その一人がこの方なんでしょうね。やっぱり反発しちゃって、多分ステラで傷ついちゃったんだと思うんですよね。ファイ r e さんに相談してもら自己責任として話させていただきます。またご相談になっていい <laughs> まあ、それはそうだわ。自己責任ですわ。<laughs> まあまあまあ、でもね、ダイバーシフィケーションという意味ではいいかなと思いますよね。ポーカルとかっても。あ,あと、ポリゴンですね。ポリゴンあと、ソラナ買っとけばいいですよ。うん。ソラナ言ってますよね。 ポーガラットもいいですけども、だだやっぱリスクなんで、私としてはポーガラットでさえマイナーコインですから、ステラなんて超マイナーコインでもないか超ではないですけども、マイナーコインであることは当たり前なわけですよ。メジャーなはずないでしょ。うん、メジャーじゃないですよ。この人はメジャーって言ってますけども、うん、メジャーなはずない。それもいい。論破したから。ファイヤーコング、いいなぁ。 ファイアコングどうでしょうでも長いですそのうち短くて。ファイ。<laughs> ね。そうですね。で、ファイア、ファイアじゃダメですかね。皆さんも言ってるファイアさんとかっていう風に。ただ、キングコングの面影があるこれかっこいいなぁって思うんですね。キングコングかっこいいっすよね。コングさん <laughs>。パンケーキスワップなら金利で功績できるっていうの考えてないんですよね。あの使ったことないんですよ。パンケーキスワップとかユニスワップとかって。ある程度、クラケンとか、その辺で買えるものだけを買ってるみたいな感じですね。だって、 あの特に、あの、イフ h e ムネットワークが使ってるやつで、例えばサンドボックスを移すだけで超高いから、でも高い、そうですね、だから高金利でステーキンできる、何があるんですかね、パンケーキスワップだと。まあ、だから私は、そのメジャートップ5ぐらいのエクシェンジの中で、MFA かけてステーキングしてますね。で、大体、だからクラケンとかだと思う、クラケンと、あとはその,あの、クリプトローンカンパニーですね、セルシウスとか使ってますね。 はい、ファイヤーさん、米国株とコズとかのポートフォリオの割合を教えてください。私は米国70、30歳使えなければ、他のことをしてる。そうですね。これ、昨日も来ましたよね。あのポートフォリオ。詳細は、あれですね。有料サロンでということで <laughs> あの。詳しくは有料サロンでってことですかね。始めたら。本の話、めっちゃ嬉しくそうですね。本は、ね、大事ですよ。本当に。謙虚になるために。先ほどサンド5万分購入話してましたが、私はサンドをんですが、ゲームは楽しみもました。 今後さらに流れが来ると思いますか昔忘れてたあで。これはだから私は、あのー、私言いますけれども、そうなんですよ。私は、あれです、あのー。これで言うと、えっと、これですね。しあ仮想通貨素人ですしあの、しっかり言いますよ。素人ですし、メタバースなんて言ったらもっとわかんないですから、でも言ってますから、何回も。だからサンダーボックスとかは、まあ、トップ5に入る、メタバースのトップ5だから、でしかも、 ファンダメンタル的に、例えばソフトバンクとかね、結構なファンド90億でしたっけ投資してるから、まあまあまあということで言ってるだけで、私ゲームではないから、本当分かんないです。何も分かってないですよ。メタバース系は。だ本当そのレベルです。だから金額も少なくします。いいんですよ。すべては分かって理解してないとダメだなんていうふうに、この人みたいに言うかも分かんないですよ。プロじゃない投資じゃダメだっていうふうに、ニットピッキングしてけなしてくる人もいるかも分かんないですよ。私はそれに反論しますね。 だって、言いましたよね、イノベーション100%まかってないと投資しちゃダメなんで、そんなルールないですよね。はい。えー、フ,ァイフ,ァイファイさんだとちょっと違うのですね。ファイだと g o o g l e イみたいに FI で終わっちゃうんですよね。g o o g l e イ <laughs> グ g o o g l e ってってネットサービスです。超早いんですよね。国際的なネットサービスで、月50ドルぐらいで。はい。の話は、事実をもとに自分の考えを発信した方いいです。また 言葉は論理的に組み立て,てあって、声に余計な響きが入ってないので、聞いてつけない、ありがとうございます、まあ。事実をもとに自分の考えを発信したそれはそうですね。私、エンジニア、エンジニア系から来てますから、でしかも、この本が本当にエンジニアでも難しかったです。これは本当に難しかった。はい。それだけ難しい。こういうことですね。まあ、エンジニア関連ですから、あのデータとか、ね、事実、まあ、マトリックスが好きなのはもう事実が、 事実を追い求めてからですよ。事実とフリーダムを追い求めてるのが、マトリックスのなんかメッセージ性ですよね。選択ですよね。はい。ですから、その点に関しては、私はね、ある程度、まあ、自信を持って言いますよ。私が発言してることは、あの、あれですよ、前置きもちゃんとしますからね。知らないときは知らないと。はいで。私は個人的にかなり客観的に見れる人間だと思ってますよ。個人的にはね。その人生的な経験からもとかっていうのも入れてですね。 周囲に仮想通貨を話する人がいないので、ライブで話はできて。そうなんですよ。それって、これって本当なんですよ。だから、こういうことをやる人って、一般の社会で見つけられるかって見,見つけられないんですよ。私がね、仮想通貨の話を友達としようとしたら、まあみんなね、え、スケムじゃないのみたいな,な。なりますよ。だって、あれですよ。Tinder、Tinder してますよね。まあ私、まあ、知ってる人は知ってますよ。Tinder。あのマッチングアプリね。で、よく見るんですよ。あの、女性のプロファイル。私は男性ですから、女性側のプロファイル見て、 No, no bitcoin, no crypto, no forex みたいな、no scam みたいなね。No crypto, no bitcoin みたいなね。感じあの禁止ですみたいな。そのだからだ、あの人たちは多分だから、ファイナンシャルリトレーシーがなくて、っていうのか、もしくは、まあ、もちろんね、ビットコイン系で、 あのスキャンサイトありますから、それ,でビッそれの意味でのビットコイン、ね、NG っていう風に言ってるのかも分かんないんですけども、一般人はいまだにストックとか、ね、株危ないじゃないですか。仮想通貨にしもっと危ないじゃないですか。だから話す人っていないんですよ。だからそういうレベルになると、やっぱりネットの力をつかないと同じような志の人って見つからないんですよね。このレベルになると。だって身近でファイヤーしてる人とは見つけられますか見つけられないですよ。 本当にそう。さらにレベルを低くしてないですよ。例えば、ァイヤー人口と比べたら筋トレ人口ってもっと多いはずじゃないですか。じゃあ、身近で筋トレしてる友達見つけられますかってなかなかですよ。職場で見つけられますかってなかなかいないですよ。本当に。本当に。私の職場でもエンジニアでとかね、あの筋トレしてる人って、も、ま、う、あ、マイノリティですから。じゃあ、ァイヤーとか仮想通りとかでもっとマイノリティじゃないですかね。まあ、だからネットの力を使わないと無理なんですよね。だから恋愛とかもそう。 あのスタンダードが高くなれば高くなるほど、ね、難しくなるんですよ。だからこれは共感できますよ。そうなんですよね、はい、だから私みたいな1%のパーソナリティタイプの人があの馬が合う人を見つけるには、一般社会リリ、リアルな社会ではスケールできないじゃないですか。会える人数なんて決まってるじゃないですか、1日で。新しい人、特に。ほとんどの人は新しい人と会うライフスタイルじゃないですよね。朝起きて、会社コミュートして、帰ってきての繰り返しですよね。 いかに狭い世界で住んでるかって分かるんですよ。Google マップの1ヶ月でどのくらいどこ行ったかって、イメールで通知来るんですけど、Google マップの。あれ超面白いですよ。見てみると、本当に決まったとこしか行かないんですよ。どれだけ、ね、の人とは会えないかってことなんですよ。リアルライフじゃ。だから私はね、オンラインのデーティングアプリは賛成です。なぜかというと、スケールできるから。そう。無理ですよ。リアルライフだけで会おうとしたら、ライフスタイルによっては。それが可能なのがネットですよね。恋愛も。 昔だったらネットで会った人っていうのは怪しいとかですけども、まあ、それはもう無理ですよ。だって IG で、インスタグラムで会ってる人もいればね、ツイッターで会っても、YouTube で会うっていうのもそうじゃないですか。YouTube でしかあ視聴者さんと会ってオフ会に繋がらないですよね。YouTube がなかったらこういう人と会えないんですもん。だからネットがないと無理なんですよ。今の社会。そのある程度ね、結構ゴリゴリ、この専門的な範囲、分野っていうんですかね。決まった思考の人と会うには。そういうもんですよね。はい。 子供は作りたいですか私は子供は作れないんですよ、男なので。ははは、そういう意味じゃないのを知ってますよ。子供は欲しいですよ。最低2人で。名前については、31歳は、3はスマートなイメージで、コングなイメージじゃないです。だから男としてね、惚れちゃうんですよ、キングコング。私は、めっちゃ、あのー、まあ超、超身長じゃないんですよ。高身長じゃないんですよね。で、ボディービルドとかしてる人って、やっぱり、もともと細かった人とかがコンプレックスで、 やるの多いんですよねやっぱりそうだから私は小さい体ですからまあだから大きいのに憧れるっていうのもあるんですかね分かんないですけどもセルフイメージってついちゃうじゃないですか子供の頃からはいまあだからまあなんかがっつりしたラガーマンみたいな体ってかっこいいなと思っててまあキングコングなんてねあんなね荒々しそうな外見だけでも実際はね超あれですよねちょっとスイートハートありますよね かわ,かわ、わ優しいですもんね。ステラは海外のトレーニングに送金するときにビです。ホトルではなく送金のみ。まあだからあれじゃないですかね。あの、なんでしたっけもう一つのステーブルコインのやつ。あったよね。あの、アバランチじゃないやつ。テラ。テラ。使い方があんまわかんないですよね。テラも。ステーブルコインのあれで。だからほとんど今使う、使う、使うって言ったら使えるものってあんまないんですよ。仮想通貨って。ぶっちゃけね。開発中だからわかんないんですよね。 ビットコイン3、持ち上げから上抜けで42,500。まあ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 。まあ、ここから上げて、ここで反発してみたいな感じかなとは思います。会員を下げてるんじゃない。ファイヤーさんって呼び方が一番しっくりからな。そうかもわからないですね。会員を下げてるんじゃない。誰のことですから、ね。さらっと本音をその速で話すなんて申しすぎ。ありがとうございます。だからそうやって思ってもらえる人には本当に嬉しいです、私は。つまり私の本音をね。 さらけ出しても拒否反応し,てし,しない人っていうのは馬があるなって思いますよね。だから、そうなんですよ。だからあんまりこれはね、大衆向けじゃダメなのかなっていのは思いますけど、だからあんまりね、そう、あんまりやんないように。前回のライブ配信で京都の悪口、あれは悪口ではないと思いますよ。そういう一部があるというのは事実だと思うんですよ。京都の一決の方は大々のごひ,きやそうおひごひいきですよね。 それリピーターやジに対してされます。ちょと一見さんは意地悪いではなくて、お客さんに長いお付き合いをお願いしていください。まあでも、オープンではないっていのはありますよね。長いお付き合をお願いしてるけども、一見さんは行われってことはオープンじゃない。新しい人はあんまり受け入れにくいってことですよね。それもありますよね。それはそれで事実,だと事実なので,で、それは悪口ではないと思いますよ。事実なら、はい。だってこれとラテン系、私が考えてる、私の価値観ですよ。これと次にいるのがラテン系ですよ。オラミアミガオみたいな感じで、 あのラテン系ってさ、何でもかんでもさ、もう、もううるさいぐらいさ、しつこいぐらい熱いじゃないですか。その人間的になんていうの。で、ちょっと、知らないのにさ、ブラザーとか言ってくるじゃん。あの、インディア系もそう。Hey, my brother みたいな感じでさ、Yo, me, amigo みたいな、オラ c o m モ esta みたいな感じでさ。その逆っていう風に私の印象なんですね。だから、あれと比べたら全然ね、あのオープンじゃないなっていうだけの話です。だから悪口じゃないんですよ。 確かに鍵口は言,言うときははっきり仕事を言って割と悪口は口言うときははっきり言う仕事できる人って割といいイメージをうそうです、ね、そういうい人もいますからねジンギスカン遺伝子の話めちゃくちゃいい <laughs> 女性にも迎合したくない気持ちですね苦労してますこれはねこれが受け入れられるためには男としての価値を上げないとダメですよ、うん、男としての価値が高いければ高いほどじゃあね っていうふうに許してくれるわけですよ、女性側が。だから、普通のね、一般の男子がこれをやろうとしても無理ってことで、すね女性側が受け入れたくないので。海外目線の海外ニュースの話です。ァイヤーさんと海外目線の YouTube の達 a チャンネル。海外目線の YouTube の t a チャンネル。聞いたことないですね、コラボしたら面白いかも。まあ、どこにいるんですかね、この達 a さんは。海外と言っても。 ショッピファイも俺とも買いたいけど、現金が出なくて <laughs>、い構やえてみてるのはつらい。そんなもんですよ、みんな。私も今、今日入ってきましたけども、まあ、今日の次へまた、まあ、あれですね、月末まで待たないといけないのでって感じですね。だから、まあ、多少残しておいてねっていう話ですよね。はい。ちょっと q、q 本の A のコメント結構、相当来ましたから、皆さん何してるんですか土曜日の夜。夜っていうか、今6時か。今、自宅ですかみんな。 あのちょっとすごい長くなっちゃいましたけども、LIKE をね、まあ、101ですけども、120ぐらいまでいってほしいなと思いますけども、今のところ、あの面白かったら、ポチっちゃってください、LIKE を。サロンラインは何なんですか、まあ、おそらくあれですよ、あのポートフォリオ完全公開、あとトレードシグナルリアルタイムアラート、あとオフ会参加券あともう一つ何かやると思うんですよね。例えば月1ぐらいで、 あの有料会員だけのライ,ブライブ配信みたいな。はい。それが今何かあったと思うんですよね。何かあったんですが忘れちゃいました。はい、まあ。そんな感じで。その、そうですね。あ、ポートフォリオの、あれですよ。レビューなんかもできますよ。あの、だから、これ、これはこう、どうしたらいいですかみたいな。それって、あの、本当リスクとかスペックによって全然違いますから。 というところまでもできますし、という感じですかね、サロンに関しては。はいまあ、精神的支柱というのが大きいかなと、あとコミュニティですよね。まあ、その中でもサロンでもね、ティアを作って、トップ,トップティアは FIRE、まあ、ネットワークというんですかね、FIRE した人、億万長者、含めしてない人でもしたいというトップ層の、ね、ネットワーキングを作って、グローバルネットワークを作りたいなと思ってますよ。 パンケーキスワークは景気が増やせるので多いので今後期待できるかので難しいですね。それやったらねあの、チェーンリンクなんてのはね、すごいアンダーバリューなんですよね。チェーンリンク。リンク。チェーンリンこれ。これ、今上がってきてる。お上がってきてるな。知らないうちに。チェーンリンクは、チェーンリンクがないとほとんどのブロックチェーン動かないぐらいディペンデンスが高いらしいんですよ。それなのに結構売られちゃってるっていうのが聞いてます。だから結構の 海外のユーチューバーでチェーンリンクを持ってる人は多いんですよ。あ、オールタイムハイじゃん、ほぼ。チェーンリンク。あ、違うか。そう。だから、まあ、その感じで、アンダーバリーっちゃアンダーバリーですね。はい。はい。ということで、えー、今、仮想通貨じゃなくて、ライク百1 1 2ということでね、皆さんあの、ここで来てくださるよね、あのライブしてく,れて,来てくれる方は結構熱い視、ね、聴者さんの方だと思うので、 私の、ね、発言、普通じゃないという前提で捉えてほしいですね。はい、あの初めて見た、初見さんだと、何こいつ言ってんだっていうふうになっちゃいますけれども、まあ、ファイヤーしてる時点で普通じゃないですから、はいあの、自慢とかじゃなくてね、人と違うことをしてきたということです。他人と違うことをしてきたということですから、その目線でね、ちょっとはオープンに、ね、見てもらえればなと、個人的には思います。はい。ステーキングしてますよ。はい ということで、えーと、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。えー、皆さんね、いい土曜日を夜をお過ごしくださいね。ということで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。ファイアネットワーク作りです、ね。私も張りたいです。そうですね。